はい。始まりました。すみません。ちょっとね、お待たせしちゃいましたね。はい。YouTube クリニックの植松です。さあ、皆さん、まあ、続々とお集まりいただきありがとうございます。それ,まあ、それではいつも通りね、あの、自己紹介からさせてください。えー、私、東京大学病院で放射線治療をしております、植松と申します。で、は放射線治療。 っていうのは、全身の臓器全てを扱うかです。何をしているかっていうと、癌を縮小させるんですけれども、どこの臓器であれ、放射線治療をかけることで、放射線をかけることで、癌を縮小させて、癌をコントロールしていくんだということをやっております。で、最初の方では、癌をわざってる人もわざってない人もですね、まず全身の臓器について簡単にメンテナンスできるようになろうということで、第一シーズンをして、 で、次、第2シーズンとして、各専門家の先生をお呼びしながらあ、この臓器はこうやってメンテナンスしようとか、まあ、この病気はこうやって見ていこうね、というような形で深掘りをしてきました。そして今、まあ、夏休みという形でやっておったのですが、まあ、気になる記事をまあ発見いたしまして、でそれでまあこれは緊急で夏休みやってる場合じゃないなということで、まあ、急遽、まあ、夏休みの投稿日としてまあ皆さんにお集まりいただきて一緒にお話をしたいなと思っております。 さあ、今回は、まあ、ちょっと過激な題なんですけれども、まあ、東大病院から逃げ出した理由と、まあ、食道がんの方が、まあ、東大病院に来たけれども、東大病院から去って、まあ、治療を受けたというような流れがあって、まあ、そういった記事があって、で、結構大反響を、まあ、起こしました。で、私も結構見ていて、あ、これは、しっかりとお話ししないといけない題材だなと。 いうこともあってですね。まあ皆さんにお集まりいただいて、で、実際にまあ書いたジャーナリストの金田新一郎さんにもお越しいただいて、一緒にこの話題を深めていこうかなと思います。それでは、金田さんにご登場していただきたいと思いますので、ぜひ皆さん、いつも通り拍手で <laughs> お迎えいただければなと思います。じゃあどうぞよろしくお願いします。いますはい、金田さん。いはい、こんばんは。<笑><笑>それでは、うん、あの、まあ、 こういった形でまあ対談をさせていただくんですけれども、まあ、後ろの方というか、まあ、この視聴者のまあ中にはこうやっていろいろと書き込んでくださるので、まあ、一通り自己紹介していただいて、で、あと、今までの流れを、軽くさらっとまあ皆さんと共有させていただいて、ま、お話しさせていただきながら、こういった視聴者の方と一緒に、あのこれはどうだろう、あれはどうだろうって深められたらなと思います。それでは、のまずキーノートをですね、 出していただいて、自己紹介含めあの、さらっとおさらいというか、流れを教えていただけたらなと思います。はい。じゃあ、えー、始めさせていただきます。はい。そしたら、えー、お出しします<い>。はい。はい、出ました。大丈夫です。綺麗に出ております。はい。えっと、じゃあ、ちょっと始めさせていただきます。<laughs> えっと、えー、金田と申します。えー、まあ、台は、先ほど、上松さんからちょっと紹介いただいたように。 私が東大病院を逃げ出したわけということで、まあ、あの、この文字面通りのことが、まあ、まあ、起きたといいますか、えー、したわけですけども、あの、私、そもそも、なんでこれを、まあ、植松さんなど、えー、放射線医の方々の目に留まるような、えー、記事といいますか、まあ、文章できたかというと、まあ、そもそも私自身が、まあ、肩書きであるジャーナリストをやっていたということ、 がまあありまして、これも30年やってました。で、なんでまず、あの、そこの私がこの、まあ本を出したきっかけ、そしてまあどういうふうに闘病生活を送ったのかっていうのをちょっとざっと、えー、説明させていただきます。えー、まず、あの、私が本出したんですけど、本はこのこうがん治療選択ってこういう本がダイヤモンド社から出てるんですけど、その直後、一週間後に今度ニュースウィークが私、この本をまあ 出るってことを知ってですね、えー、特集を組んでいただいて、これ20ページの特集になってます。で、これ、あの、表紙、これ、あの、後ろ、東大病院です。で、あの、<laughs> 実はこれ、瀬戸先生に、あの、瀬あの、東大の外科、あの、医食堂科の、まあ、外科の課長で、えー、東大大学院教授で、えー、東大病院の院長さん、トップですね。その、まあ、瀬戸さんが私の、まあ、主治医だったんですけれども、その、あの、先生と、 いろいろやりとりして結局東大から逃げるっていうまあ行為に及んだのはまあ瀬戸先生との,まああのやりとりでまあ私のまあもち非常にいい先生だったんですけどもちょっと私のでいろいろ考えることがあってこれからお話しますけれどもえちょっと病院を変えようという決断をしてまあそれが私のこの200日の闘病の。 まだ序章だったんですけども、す、え、べ、ー、てがここから始まったという意味で、えー、この東大病院で、私が記者だったということで、あの、アメリカのまあ、大手の週刊誌ですね、タイムと並んで、あの、大手二大週刊誌のニュースウィークの日本版に取り上げていただいたということで、ちょっとまあ、あの、えー、少し考えるきっかけに、えー、を作れたかなと思ってるんですけど、えー、そもそも私、こういう経歴です。えー 1990年にまあ記者になりまして、日経ビジネスという経済誌ですね。この記者を長くやってまして、で、2006年にニューヨーク特派に。で、ここで実はちょっとアメリカの医療っていうのに実際に自分が触れる機会があったんですね。それで向こうで内視鏡検査を受けたりですとか、あの、いろいろあったので、あの、その経験が実はあります。あの、著書の中にちょっと日本との比較みたいなことが出てきて、 るんですけどもそのバックボーンにはこのニューヨークでの4年間がありました。それでも、えー、っとし日本に戻ってきて、10年ぐらいまた、あの、日経ビジネスや日経新聞で、えー、まあ、編集員というのは、まあ、記者の,の延長ですので、まあ、記事を書き続けて、えー、2019年に独立して、えー、ウェブメディアを立ち上げて、えー、やっていますということなんですけども、その2019年夏に、えー、独立して、えー、その半、 半年後ですね。ですから、えー、まず、まあ、どういうふうに病気が始まったかっていうと、えー、これ、病歴、ざっとまとめますとこんな感じなんですけど、あ<ー>あのー、半年後ですね、やめて半年後、えー、友人と下北沢で芝居を見た後に、5時ぐらいから飲み始めたんですけども、私、あのー、非常に資料が多くてですね、まあ、大体記者はそんなもんなんですけど、<laughs> 一日大体ビール2リットルと、あと寝る前にほ焼酎をストレートで飲みながら、最後民剤を飲んで寝るという生活を10年ほど続け、<laughs> あ、先はも,もっと長いんですけども、あの、それで、それが前に続いてたので、この3月に下北の居酒屋で30分ほどで飲み始めてから入ったっていうのは、酔って入ったっていうことは全くなくて、 えー、本当にだだったんでですねまだ飲み始めておかしいなと思ってたんですけどもまあ気のせいだろうと思ってたんですがそこからあのどんどん、まあ、あの吐くということが多くなっていって、えー、2週間後に地元の一丁クリニックに行ってでそこでもあんま見てもらわなくてそのさらに1週間後に内視鏡を入れてやっと、うん、大きな腫瘍が見つかったと。 それで、ま、その先生が東大の医学部卒だったんで、そのまま、東大の瀬戸先生に紹介状が書かれて、2日後ぐらいにも、瀬戸先生に会って、検査を受けて、1週間後に食道が、最初はステージ2から3と言われてうんうん、うん、 それで、えー、金田さんまだ若いからって、もう、もう52だったんですけども、まあ、あの、食道がんの中では多分若いんでしょうね。それで、はい、であの、強い抗がん剤で、とにかく小さくして、えー、手術ですと。いう話でした。それで、まあ、正直、食道がんのステージ2から3って言われることは、ほぼほぼ1週間である程度勉強してたんで、覚悟はしていたんですけど、えっと、とにかく、 最初の違和感がこの最初の告知で、うん、とにかく説明がないと。うん、まあ私は5分で終わったっていうふうに思ってるんですけど、まあ神さんは10分ぐらいあったんじゃ、まあいずれにしても短かったんですね。<laughs> あのー、ん,なんていうんですか私はその前にその母親の乳がんを、実は、うん、あの、まあ今日もう実名出しちゃって、武蔵野日赤病院っていう、まああの近くの病院で、はい、はい、あのー、 受けたのついてきまして、そこで、その乳がんの時に、そのいろんな、んですかね、CT の画像だとかいろいろ見せられて、ここまで切る方法もあるし、ここまでやる方法もあるし、あとの放射線の当て方もこんなのありますみたいな。まあ、選択肢がいっぱい提示されて、まあそこで考えきれなくて、みんなで家族で話し合って決めたみたいな経験があって、そのイメージがあったもんですから、ちょっとその、この、あの、東大病院でのこの自分の告知が、 あまりにも短すぎて、画面もまあ確かに瀬戸先生立ち上げてたけど、私は全然覗くこともできなくて、まあ、本人が確認したぐらいな感じで。だから、ちょっとこれは、うん、いや、忙しかったかだ、だろうと、私はその時思って。うん、で、瀬戸先生もすぐ立ち上がって出てこうとしちゃったんで、まあ、とにかく、その出口を自分の体で立ち上がって塞いで、先生がやってくれるのかどうかってことだけを確認。うん、なんとか確認したと。 瀬戸先生がやるつもりですと。とおっで。しゃったと。<laughs> で、それで終わその日終わったんですけども、まあそれで入院して、結入院してからその抗がん剤が一週間後に始まるんですけど、そこで詳しく説明してくれるだろうと思ってたんですけど、うん、結局毎日朝言うと瀬戸先生は会心には来るんだけど、結局全く説明を聞くチャンスがなくて、うん で、そのうち若手のチームの人に、その、まあ、あの、説明をしてくださいとお願いを続けて、うん、ま、詳しくは、ま、本に書いてあるんですけど、まあ、それでもう本当に、やっと説明をしてくれたのが、もう抗がん剤も終わって、もう退院する直、退院する直前。それでその時に、実はその間に、もう、私、さすがに記者なんで、ちょっとまずいなという気がしてました。うん。うん、それで、これは、あの、自分で、 ちょっと考えないと、このままいっちゃうなと思って、うん、それで、まあ私、日系グループの記者やってたんで、その医療系のジャーナリストも結構多いんですよね。うん、あ、はあ、なるほど。はい。はい、日系メディカルとかいっぱいああ、はいはい。ありますね。ね、はい、なるほど、なるほど。はいま、はいその。まさにそのメディカル系の記者たちに連絡取ったりとか、あと自分で調べたりとかしながら、 あのー、食道癌っていうものをこう、調べていって、まあ最初はもう、その手術ほ、実は放射線って最初はもう気が回らなかったんですね。そういう選択肢あるけど、はい、放射線は、あの、手術ができなかった人だにやるんだろうと思ってたんです。あの、あな,るなるほど、なるほど。はい。で、はい、その、とにかくこの、切るのをどこでやったらいいのか、このまま、その誰がやるのか、まあ、瀬戸先生の答えで言う、 私がやるつもりですつもりですって何の答えにもなってい。<laughs> そ <うだ S 1> あの、ちゃんとやってきたんで、そ,でね、その、それが、あの、答えじゃないっていうことなんうんですかね。<laughs> あなる,なるほど、なるほど。私がやりますって言うんですけど、大体、あの、よく、あの、記者会見とかでも、社長、はい、なんか問題起こした社長とかに、 社長、責任取るのかって言ったときに、いや、そのつもりですっていう人は、大概責任取らないんですよ。<laughs> <laughs> だからつもりですっていうのは、やらないっていう意味に限りなく等しいっていうことは、<laughs> あのー、薄っさかったんで、非常にちょっと、これは分かんなくなったなと思っていて。いやあ、はい。記者さんは怖いっすな <laughs> <laughs> そうですね。まあ、ちょっと、うがちすぎたって、<laughs> 先生。でも、まあ、でも実際そうだったんですよね。うん、やっぱりその3チームで手術を回していて、 まあ誰が実際にオープンするのかは分かんない状態だったんで、ね。うん、そういうことが、まあ、最後、あの、若い、あの、医師の方が私の状態を最後説明してくれたんですね。瀬戸先生に代わって。うん、で、その方が結構ちゃんと説明してくれたんで、私もいよいよまずいなと思ったんです。というのは、うん、あの、私も、あの、陰と喉の近くと、あと一番面のでかいやつが、うん、これが T さん、うん、がこの真ん中ですね、胸の。 で、その胃の近くにも、まず、あ、までかいやつがあって、3か所でかいのがあったんですね。ああで、なるほどこの喉どのやつが一番気になっていて、まあ、下手するとこの生体を失うなと思っていたんですね。うん、で、まあ、実際やっぱ生体ギリギリのところで失うかどうかっていうことが、その先生と話してて分かってで、それが取り切れるかどうかっていうのがはっきりしないっていうことも分かったんですね。で、うん、うん あとでき取,れ取りきれなかったら放射線で消すかなみたいな感じだったんですけど、まあ、ちょっと手術もやって放射線もやってっていうのもちょっと厳しいなと思ったのと、やっぱ取りきれるかどうか分かんないっていうのがやっぱりなんとも不安で、うん、それでまあその説明終わったときにまあお願いしようと思ってたんですけど、まあ、本当に勉強不足だなと痛感してたんで、まあ、ちょっと勉強がてら、うん、セカンドピニオン。 行きたいというお願いをして、えー、まあ、調べまくって、医療ジャーナリストとかと相談した結果、まあ、がんセンターかがん検だなと。で、うん、当時のコロナで、がん検とがんセンター、築地はもうちょっと止まってたんで、もう東病院しかないなと。うん、で、まあ、幸いのことに東病院は結構し食道がんや手術やってるみたいだし、いけそうだと。う,んいうんで あの、東病院、ちょっとその間もいろいろとちょっと、あの、揉め事はあったんですけども、なんとか東病院ギリギリ、今、セカンドオピニオンの枠が取れて、それで、第二クールを、東大病院の第二クール、抗がん剤を受けないで、済むタイミングで、がんセンターの方のそのセカンドオピニオンが取れて、で、行ったらやっぱりちょうど私が想定してた、あの、外科医の方が出てきて、 で、まあ、うん、説明も端的で分かりやすくて。<laughs> うん。それで、まあ、喉の、喉は、まあ、抗がん剤で消える可能性が高いけど、消えなかったとしても、私は取り切れると。これは取り切れますっていうふうに言い切ったんで、<laughs> あ,あもう、<laughs> 先生あとは、やっぱロボットを使うことが、まず間違いないなと思ったんですよね。<laughs> あなるほど。手術の、はい、絵を描いていて、あ,あこれはもう、どボッと前提で、この切り傷、はい、こういう傷ができますっていうのは書いてるなって思って。 思ったんで、うん、まあ、東大だとちょっと、あの、ダビンチ使ってくるかどうかが、そこも曖昧だったんで、まあま、そういう機械が開くかどうかみたいな。そうなんですね。はい、そうなんですね。まあ、いずれにしても、それはもちろん、確約はできないからしょうがない、うん、それはしょうがなかったんですけど、うん、まあ、それもあって、もうちょっと、まあ、とにかく、あの、説明が明快だし、もう、ガンセンターの方が、どうやら腕も、あの、その先生がやってくれることも、もう間違いないし、うん、もう、これはもう、っていうのでもその場で、 先生お願いできませんかって言って、あ、いいですよって、もう二つ返事もらって、うん、ガンセンターに行ったということです。うん、ですから、まあ、その、そこまではそれでもう、私はそこでも終わったと思ったんですよ。もう医療選択は。はいはい、これで,うん、うん、でもう OK だと。あとは寝てりゃいいんだと。はい、だからその後に放射線に切り替えるっていうのは、はいはい、あの、あまりにも抗がん剤が効いていって、 上下のがんが消えたりとかして、うん、残り面一1個になって、うん、その時に初めて、あれ、なんでこんな小さくなってるのに、ここだけ取れないんだって思い始めたんですよね。でも、そこだけ取るっていうのは、はいはい、食道がんは難しいんだっていうことが、うん、その、会心に来る若いお医者さんとか話してて分かってきて、でそれで放射線でできないのかっていうのことをふと考えるようになっていって、うん それがまあ、だんだん放射線をこう、勉強していく、まあ、とっかかりになったんですけど、まあ、それと同時には、一番大きかったのは、本人も書いて、やっぱり自分のせ大先輩ですごい親しい論説委員を辞めた方が、うん、やっぱ食道が同じステージ3で、うんうん、あの、1年前に、ちょっとある、とあるお茶の水の駅前の大学病院で、えー、手術をされて、それで、 あの、まあ、手術自体は成功したんですけれども、実際その何をや、どういう手術をやるか全然わかんないままにや、もうやったらしいんですよね、もう。あまりにも、やっぱりその、なるほど、なるほど。食事喉通らなくて、もう、もう考える余裕なくやって、終わったらもう体がすごい傷があって、うん 何してくれたんだって言ったら、うん、医者が、いやいや、こういう手術やりましたって、後で図解したらしいんですよ。うん、<laughs> それで、何してくれるって怒ってたんだけど、うん、まあ、それはもう手遅れじゃないですか。はい,はい、はい。それで、で、いや、金田、お前、壮絶だぞ、というわけですよ。うん、で、まあ、ちょっと電話2回やってのそれを繋げて今話しますけど、で、その壮絶っていうのが何を意味したかっていうと、要するに、ま全く食欲が湧いてこないと。 うん、でそのえ、じゃあ、吉野さん、どうやって原稿とか書くの大変じゃないですか,とかまあ原稿書く余裕なんかないよみたいな話になって、うん、そもそも外に出られないとなかなか体力がないし、うん、食事が1日5、6回取らなきゃいけなくて、それでもまあ無理やり食べてる感じだとで、体重が18キロ落ちたっていうんですね。うん でも、吉野さんって、どっちかって、ちょっとぽっちゃり型だから、18キロ落ちても標準体重ぐらいだったらしいんですよ。だから、だから、いいじゃないですか、感謝だけど。<laughs> 私の場合ですね、165センチ52キロなんですね。元もともずっと中学の頃変わらないんですよ。はい、そこから、7掛けになると36キロになっちゃうんですよ。ああ、なるほど。36キロはちょっとまずいな、と。 一応、視聴者の方にもついてきていただきたいんですが、こう食道がんを手術すると、胃を引っ張り上げなきゃいけないから、その胃の中に一気に食べ物はもう落ち込むことができないんですよね。その胃の中に溜めることができないから、それであの食事を一気に食べられないということで、何回にも分けて食べると。で、入った時きも、ちょっとあの普通の糸は違うから、ちょっと気持ちが悪くなったりとかするので、ちょっといろいろと大変な思いをされてるということですね。あごめんなさい、さ <laughs>、はい、いいね、飛んでます。あ、す。みいません。えー、あの私あの あの医療関係者の方が大きいってるのかと思って、<laughs> ちょっとあの。あ、結構医療関係者の方も違すがん患者さんだった方もいっぱいいるので、ね、はい。なるほど、すいませんでした <laughs> あの。もうちょっと説明しながら話進めないとちょっと分からなかったですね <laughs> あの。それで、えっと、そうなんです。それで、まあ何が大変かって、やっぱり私、結局のところですね、ここで本当考えたっていうか、それまでなんとなく考えてたんですけども、うん、がんになって生き延びるっていうのはもちろん、 生き延びたいですよね誰でもも私もそう、うん、もちろん生き延びたいかどうかって聞かれば、それはイエス、うん、ノーだったらイエスですよ。だけど、うん、単に生き延びたらいいのかっていうと、そこはちょっと私の場合はですけどね、考えどころで、うんその、ちょっと本にも書いてるんですけども、やっぱり原稿、物を書くっていう仕事をしてるんで、物が書けない状態になったら、一体何のために生きてるのっていう、もう中学の時からそれをずっと考えてやってきてるんで。うんうん もう今さらそれっていうかもう物書きが考えられない中でまず取材ができないうーん外に出られないそれでその小分けに食事をするって言っても今まで大体記者、まあ、ってむちゃくちゃ忙しいからっていうのもあるんですけど1日1食か2食かまあ、うん、そのもう空いた時間にガンと取ってもう終わりなんですよねだからまあそれがまたがんになっちゃったで原因かもしれないんですけど <laughs> まあそういう食事の取り方してって ちょっと柔らかい食事を用意して1日5、6回って言ったらもう仕事にならないなと思ってで外に出ることも難しい吉野、えー、大先輩曰くその要するに外食ができないなぜなら1回に食べる量が少ないから、まあ、そもそもその外食で出てくるような食事がの,のどを通らない通りにくいっていうのもあるし、うん、通っても結局横になるとこう戻しちゃう、うん、あのダンピングが大きい、まああの あれですね。食堂とその胃の間の便もこの胃を引っ張り上げてきて、喉につなげてるんで、はい、ないわけですから、そのものがこう上がってきちゃうわけですね。横になったりすると特に逆流しちゃうんですよね。はい、そうですね。はい、だからそういう意味でも例えばちょっと出張行。行って でビジネスホテル泊まるって言ってもビジネスホテルなんかだとその介護ベッドなんてあるわけもないんでそうすると寝るのも大変らしいんですよねだから、うん、そういう意味でちょっと取材出張もいけないしってなるともうそもそもそ,のそういう状態でそのどんなに手術がうまくいったとしてもそれを自分の中で成功と呼べるのかっていうまあ問いが出てくるんですよね、うん、でそう考えていると だからその吉野さんのその話、吉野の大先輩ですね、の話っていうのが、自分の中で、うん、あこれは手術を受けて最高に成功したとしても、そういう状態なんだなと。うん、で、やっぱりこれ、放射線っていうのを考えた方がいいかもしれないって本気で思ったんですね、その時に。で、まあ、その後に、まあ、結局、まあ、う余曲したんですけど、やっぱり放射線を、あの、がんセンターで、あの放射線の話を聞きたいと。うん で、実際に、まあ、なんとか、あの、放射線医の話を聞けるっていうところまでは行ったんですけども、うん、結局、その出てきた放射線医の方が、あの、第一声言ったのが、あ、その前に放射線医、放射線医の話を聞くかどうかっていうのを決めるときに、まず、外科から内科に移されて、内科で相談させられたんですけどあ<ー>内ああ<ー>、そうなんです。うん、はい、一回、多分中立の内科に持ってったんだと思うんですね。 それで内科医の方と話して、で、放射線科の話を本当に聞きたいのかどうかって話で、で、そもそもその時に生存率の話を聞いたんですね。で、はい,はい。手術とその放射線で生存率どれぐらい変わっちゃいますかねと。まあ当然放射線の方が低いだろうっていう予想はしてたんです。うん,うん。ただからその時に、で、まあな,なんとなくパーセンテージも分かったんですけど、その時にその内科医の先生が、まあ5%から10%落ちるかなと、5年生存率ですね。うん,う,んうん。 っていうふうに、まあでもこれ過去のデータですけど、で、それ聞いたときに、うん、まあそれが、あの、国立がんセンターの東面って、まさに、まあ自分がいるとこですよね。そこでやった、うん、その、まあデータによる、その結論だっていうのは、な,なんとなく分かってたんで、それって随分古いデータですよね、うん、みたいな話をして。ああ、るはいはい。そしたら、まあそうですね。でそのときに私は、あの、それって、 その、そもそもの、その、放射線を受ける、受けた患者の状態と、手術を受けた患者の状態が相当違うんじゃないかと思って。ので、うん、そんな。鋭いですね。はいも、はい。はい、そもも10年前に放射線を受けた人とで、って、どういう、まあ、うん、イメージですか手術、はい。はい。できなかった人。うん。うん、あるいは、い嫌がった。とか、うんまあ、嫌がった人のはまだいいかもしれないんだけど、手術ができなかった。 やりにくかった人とかが入ってるんじゃないかなとか、いろいろ基礎的なものがちょっと違う、母数が違うんじゃないかって気がしていて、それと、それでまず一つは、その、まあその時思ったのは、5%の違いって違いのうちに入らんなと私は思ったの <laughs> でもあでも、私の妹に言わせると、いや、お兄ちゃん、はい、その考え方はおかしいと。 うちの妹に言わせると、1ポイント1%でも高い治療を選ぶんだと。1%でもあの生存率が高くなるような治療を追加で行ってほしいと、患者っていうのは思うものなんだと。いうふうに、うん、あの妹から言われたんですよ。でもまあ、妹から言われても、私自身がそう思わないから、どうにもならないんだけども、<laughs> でも、世の中、そういう人も多いってことは、まあ、まあ、ね、私のか家族がそういうふうに言うわけですから。まあ、まあ実際そうですね。 まあ、そういう方も多いし、かつ医者の方も数パーセント上げることにすごい苦労するから、数パーセント重みっていうのはやっぱり知ってはいるんですよ。で,すね、で、今、先ほど加代さんがそのおっしゃったあの、状態が悪い人が放射線治療を受けてるから数パーセント下がってるんじゃないかという指摘は、その通りで、最初は手術がもう第一で、まあまあまあ、大体まあステージにもよるんですけど、大体まあ重めの人だったら40%ぐらい。はい、でちょっと低くて その放射線の場合はちょっと低くて、まあ、30何パーセントっていうようなデータも直接比べたわけじゃないけど、はい、別々の試験で出たっていうような形で手術は第一番っしてはいるんですけど、ね、でもやっぱりその元気同士やったら放射線も一緒じゃないかっていうのはまあ一つの議論ではあります。すね、はいすいませんでした。ですから私もその5%っていうのはほぼ差はないというふうに私は思ったんですね。そうした時、うん あのそうするとその、ちょっと前に私が話した話を思い返していただくと、私はこう思ったんですよ、うん、つまりその、要するに5年生存率がその5%しか変わらないとして、ねでまあ、たまたま運良くその生存した方に入った時のことを考えると、放射線で治療して、まあ、ちょっとその前にまあ手術で治療してその、回復しました、5年後生きてます。でも どこまで食べ、食事とか回復してるかなと。うん、で、まあ、吉野さんっていうのはちょっと私より二回りぐらい上の人なんで、あんまりちょっと年齢違いすぎるかもしれないんですけど、二回りまでいかないか。でもちょっと上の方なんで、だけどその回復度合い、あと、 他のブ食道がんの人のブログとか見ても、5年で劇的に回復してるって感じはあんまりしないんで、やっぱり食べにくさとかっていうのはまだ残ってるだろうな。というか、そもそもやっぱり食道がないっていう状態自体が、まあ人間の体としてちょっとまあ普通はあるべきものがないわけですから、まあちょっと大変だろうなっていう想像ができ,できたというのと、 あと放射線ももちろん大変でやけどしたりだとか、うん、まあ大変ですというのは分かるんだけど、うん、でもある程度回復する可能性もあるんじゃないのと。私、その結構、うん、まあ、あのー、取材のテーマとして広島、長崎とか沖縄戦とか、その戦争ものも多かったので、まあ結構この前の,その原爆の日のニュースで出てきたおばあちゃんとかも、 400メートルのところで被爆したと思えないような人もいるんで、うん、まあこれは個人差があるだろう、出てくるだろうなっていう、なんとなくイメージもあって、うん、まあちょっと自分のから回復力にかけてみようかなという気がものすごく高まったんですよね、うん、それとその後に、うん、あのに、さっき話したと放射線医の方に会って、ちょっと驚,驚いたんですけど、私、放射線医の人に会って、放射線医の方は絶対に放射線を勧めると思ったんですよ。 ああ、なるほど。差がないんだから、<laughs> 俺はね、その、もちろん大変だよ。その生存率5%下がるよってことは言うと思うんですね。<ん>で、やけどしたりとか、はい、その大変だよっていうことは言うとしても、でも、うん、まあ、放射線でも、あの、同じぐらいの成績が出せますぐらいのことはおっしゃると思るうんですよ。で、私は、そういう仮想の、想像の中で、じゃあ先生、あの頑張りますんでお願いしますっていうはずだったんですよ。 <laughs> <laughs> なるほど。はい。<laughs> はい、そしたら、放射線のお医者さん入るなり、いや、あの、まず IMRT というのでやりますっていうとこまで良かったんですけど、うんえー、で、そのやけどが激しくて、えー、肺と、あと心臓にも、えー、あた当たってしまうので、心臓が止まってなくなるうリスクもありますとか。うん、で、<laughs> その後に、そうですね、いろいろと、まあ、その食事が食べられないだとか、 まあ、いろんな、その、水も飲めなくなる人もいますとか、いろいろ言って、<laughs> それで、まあ、最後のとどめが、まあ、け朝その日午後だったんですけどね、その開始が、あの、あの診断が、えっ、ー、と、昼頃ですか、えー、今朝、えー、放射線科でも話したんですけど、金田さんの場合、手術だということになりましたって言われて。<笑><笑> なそれ結論があるわけですかって。で、うん、もそこから先は、こう質問をする感じではなく、沈黙がどれぐらいですかね。あ<ー>まあ30秒ぐらい続いて、じゃあそういうことでみたいな感じで終わっちゃって。まあ、どうしていいかわかんなくなりましたね。で、<ー>でそれで結局一回手術に申されちゃったんですよ。はい、はい。 外科に戻ってって、外科で手術の日程が示されて、ロボットも取れてます。で、もう2週間後なんですよね。2週間後、こ日でですかって。うん、もうダメと言えないですよね、もう。<laughs> だからもうそれをですね、まあそれでもう、え、手術戻っちゃうのかと思いながら、まあ、うん。なんですけど、そこでさらに、<laughs> あれなんですね、なんか、あの、やっぱりそれでいいのか 周その最後なんとなくやっぱりもう,もう流されるように手術に戻されちゃったんで、うん、まあ私のことよく知ってる人はちょっとそれ最後までやっぱり放射線の可能性っていうのを考えないといけないんじゃないかっていうことを言われて、うん、でまあこれも本に書いてから本人にも最近も連絡取ってるからいいと思うんですけど大船中央病院ってあの放射線 センターを持ってらっしゃるところの院長さんに、はい、武田さんっていう方なんですけど、はい、たまたまその、つ、あ、な、のー、いでくれた、これも先輩記者なんですけど、<あ>先輩女性記者がいて、はいはい、それでもう本当ギリギリのところで、その先生に話が聞けて、まあ、その先生が、あの、に、あの、いやか、開校一番、大体話は聞いたけど、はい、金田さん、ラッキーだねー。 もう東病院はもう日本一だから、食道が日本一だからって言って言われて。いや、先生、あの、食道が、<laughs> でもそれ手術の話であって、私、放射線やろうとしたらだ、全然ダメなんですよって言ったら、いや、おかしいな、うん、そんなことないと思うけどね。あの、うん、柏柏は、あの、放射線も、 日本一ですよ、みたいな話をしていて。いや、でもこれこれこんな感じだったんですけどねって言って,て、いや、おかしいなあでも、で、私みたいな上から下までがんがあると、食道がんって放射線できないんですかねって聞いたら、うん、いやいや、そんなことないですよと、うん。ロング T っていう方法があって、うん、あの、できますと。で、いや、でもそれを聞いてて、うん、ーんと思って、ま、まず一つ思ったのは、これも、 もうこれ東病院でまあ喧嘩は別れになっちゃったら大船中央病院で放射線受けれるなと思ったんです。で、後から聞くと武田先生も、<laughs> あ、カネさん来る,来るなと思ったらしいんですよ。だからもうその、もうちょっと受け入れ準備しようみたいな。<ー>うん、で,で、そういう状態だったんで、もう私ももうこれはもうできると。で、最悪大船中央病院に転がり込みゃいいんだという決意のもと。うん そ,のそれが土曜日か日曜日に電話したんですけど、その翌週、月曜日の朝に、もう一回、その、東病院に電話して、うん、で、外科医の方に電話がつながって、でもうあの宣言したんですね。<laughs> っていうのはその、がん <laughs> センターは、その、難しいとか、金田さんは手術だとか言ってるけど、放射線できないとか、やらないと断言してないんで。 だから、こっちが、<laughs> こっちがとにかく放射線でやるって、まず断言すればいい。という、まあ、その鼻のくくり方がな,なってないから、結局、まあ、その、はい、なんていうんですかね。まあ、はっきり言って外科医の方が素晴らしい腕を持ってることは、まあ、間違いないんで、うんうんそ、そこにセカンドオピニオンで来た患者で、まあ、間違いなく、その、癌が取り切れる状態になって、成功を間違いないの放射線か、 ね引っ張ってきて、うん、失敗すると、やっぱまずいなあっていうのもあったんじゃないかな、うんまあ。これ想像な,なるほど、なるほど。まあそうですね。それは、その、はいはい、とりあえずし、ね、外科でやっとけばいいんじゃないのみたいなのはあったんだろうなと、想像はするんですよね。だから、まあこっちがそれでも、やっぱり放射線でって言えば、うん、そこまで本人が言ってんだからっていうことで、なんのかな っていうのにやっと気づいたんですね。まあ、<laughs> まあ、考えてみれば組織の論理ってそういうもんだなと思って。<laughs> <laughs> まあ、実際そうかわかりませんけどね。<laughs> いや、もっわかんないです。でも、でもまあ、結果としてはやっぱり、あの、はい、あの私がそうやって宣言て、あの、すいません、なんか、その外科の先生に、もう週末家族で話し合ったら、やっぱ放射線で行こうっていうことに決まりました。でまあ、家族とは全然話し合ってないんですけどね。<laughs> <laughs> 言ったらやっぱり、 あの分かりましたと。うん、で、ただもう一回ちょっと私のとこに来てくださいと。ただあの、あの、放射線ということで、うん、あの了解しましたみたいな話になって、それで、えこれで放射線に変えてくれたのって思って、一応ね、確認のために内科医の先生にも電話したら、うん、あの、あそれでいいんですねって言うから、あいいですって言ったら、分、うん、かりました。じゃあ、ちょっとあの私のとこにも来てくださいって言われて、それで、その数日後ですかね、行って、 もう行ったらもう、もう即翌日から放,放射線治療始まりました。翌朝から。<ー>はい。だから、そうですね。で、結局言われてたような、食事が喉を通らなくなるかもよとか、水も飲めなくなるかもよとか、心臓が止まるぞとか、うん、そういうことは何もなく、うん、とりあえず今のところは。うんうん、食事も最後まで食べることができたし、うんうんうん あの、もちろん、火傷になりましたあの、喉から胸にかけて、うん、もう、テロイドみたいになったんですけど、うん、あのー、で、あまりにひどかったんで、看護婦の方から、看護師の方から、まあ、ちょっと黒く跡が残りますねって言われたんですけど、まあ,あ見ていただいても、うん、あの、完全に消えちゃいました。ああ、はいはい。なので、あの、放射線のその跡も、もう今、はい、うんど。どれぐらいですかね ?4 ヶ月ぐらいですか今年になってもほぼ消えてました、ね。それまで黒くなってたんですけど、うん どんどん黒いところが消えていって、はい、完全に消えてしまいました。うん、うん、だから、そうですね。まあ、あとまあ、そっからとはまあまあまあ、あの、うん、要するに順調にいって放射線で、うん、まあ結果その9月に放射線治療が終わって、追加の抗がん剤で、まあ結局抗がん剤って実前3回と、あと、うん、あの、追加で、えー、と放射線、各放射線 とということで、2回追加になって、うん、合計5回、5クールやったんですけども、ね、5クール抗がん剤やって、放射線を28日、あ、えっ、ーうん、てて、えー、50ぐらいですかね。で、えー、終わって1か月の,の検診でもう内視鏡からは消えていて、CT も消えて、うん、残存がんらしきものがあったんですけど、それも結局、 ペットで光らないっていうことで、これ、まあ、消えてるっていうか、まあ、死滅してるということで、うん、まあ、とりあえず、体の中から、今のところ、その、ガの塊みたいなものはなくなりましたという状態で、うん、そっから3ヶ月、2、3ヶ月ごとに検診してるんですけど、まあ、あの、気温の上昇とともに体力も上がってきて、今非常に調子が、<laughs> あと髪の毛全部抜けたんですよね。髪の毛全部抜けたんですけど、あ,はいはい、あの、はい ててきこれ、あまりに生えてきてるんで、みんなカツラだって思われるんですよ。はいはい。これ、地毛です。地毛がスキンヘッドからそのまま生えてきて、一回も散髪してないんで、こういうロックギタリストスタイルになってええ、かっこいいです。そしたらありがとうございました。スライドとしては以上になりますよね。そしたら ありがとうございます。いや、いや、本当ありがとうございました。いや、なんかやっぱ面白いですね。記者さんが話すと。いや、どうしても僕らお医者さんが話すと淡々と話してしまうけど。なんか、あ、そういう流れが結構気持ちをこもった形でお話ししていただいてありがとうございます。あれですね、結構、あの、最初委員長だけの話かと思いきや、放射線治療の先生とかも説明下手ですね。放射線治療の先生はですね、だから、あの、 私の一応先生っていうのは、あのちょっと名前伏せてるんですけど、うん、そういう経緯だったんで、うん、ちょっと若手の先生で、まあ、それとまあ、確かに放射線科としてやっぱり、それは受けるのやめようみたいな話も、まあ、実際あったのかもしれないんで、まあ、もう無理にそうやって、できませんっていうことを言う,、うん、言うために。 に、なんていうの言ってた持って行こうとして。そうですね。下手っていうよりは、もう、無理くりずやらされてたのかもしれないんですけども。ああ、実はその後に、秋元さんっていう、その、放射線課長の人が、非常にいいっていう話を聞いて、秋元さんにも一回お会いしてるんですよ。で、秋元さんは、もう、全然その方と話が違って、 あの、うん、これ、な、治りますみたいな感じですね <laughs>。<laughs> で、まあ、あの、もちろん、いずれにしてももうステージ3なんで、まあ、手術で成功しようが、うん、放射線やろうが、まあ、いずれにしても再発リスクはあることは、まあ、それなりに高いリスクがあることは、まあ、うん、これはもう変わんないんだけど、まあ、あの、治ると思いますみたいな。で、その根拠みたいなとこでうの一つは、やっぱ抗がん剤が非常に効いてるから、うん、抗がん剤があと2クールも追加されて、それで放射線が、 ちゃんと当てられれば、みたいな、まあ前提はあるにせよ、まあ、まあいけるでしょうね、みたいな感じで。説明もすごく、まあ、その秋元先生の説明は明快でしたね。なぜ、なぜ大丈夫なのか、みたいな話だとか、まあ今の説明、も、まあ、本当に短かったですけどね、10分ぐらいだったと思うんですけども。うん、まあ秋元先生のその話聞いて、ああ、このガンセンターで、ま、絶間違いなくいけるな、という。 感あと、機械が重要だっていうのを、私と実は、かみさんが近くの総合病院に勤務してるんですね。うん、で、はいはいはい。あのー、なんで結構かみさんがいろいろ聞いてきて、で、うん、私が放射線から外科に戻る、戻された時に、かみ、うん、さんもちょっとのけぞって、うん、え、はいはい、手術戻っちゃうのみたいな。で、いや、だってできないって言うからって言ったら、かみ、うん、さんが、その放射線医から話聞いたけど、 できないことはないと思うよと。うん、で、ただ、その機械がすごい重要らしいから、だから、機械は、ね、うんうん、そのな、なんかそのアメリカの、なんか機械ないと、バリアン社とかかな、シャッかけバリアンのことを言ったんですね。バリアン、そうですね。それで まあ大船中央病院に調べてまあバリアンがあって、それで、まあ、バリアンのことが。で、なんか東センター、東もバリアンがあることは確認してバリアンでやって、秋元さんに会ったときにまあバリアン。はいはいはい そそれを使っっててもららえるのかかいう確認はしまししまたたけどだんな感じでしたねまあ今はバリアンじゃなくても、おそらく IMRT がしたくて、バリアンとかもちゃんと進んで整備してるからバリアンがいいよっていう形で、まあ東大ビアンエレクターっていうところがやってるんですけど、はいそうね、もうある程度機能は進んで、はい、もうそれで十分でできるので、はい、なんか機械は、ええ どっちかっていうと、東病院の場合は、陽子線とかって勧められませんでしたまあ、治りづらい人とかは陽子線かなとか思うけど、どうでしたなんか言われましたさっきの秋葉先生とか言いそうだなと思って。陽子線とかの話。もう聞いてたん、あの、ありですかつって、ありですよみたいな話はしてたんですけど、まあ結局、出てこなかったですね、あんまり。うん。まあなんか治りそうな感じはしましたもんね、普通にやって。それで抗がん剤で消えてて、ああ、あと一押しだな、みたいな形だったら。 確実な方を選ぶなってましたそです、ね。それとどうなんですか、ね、陽子線って、その、はいはい、まあ私も結構広くがんがあってリンパも転してたんで、まあ放射線の方が、はいはい、まあ広い範囲に当てるならいいのかなと思ってたんですけどね。ああ。陽子線だと割とピンポイントの、<や>そうでもないんですか陽子線はどこ、いや、 ちょっと自分もあそこの陽子線がどこまでの照射を作れるかがちょっと分からないんですけど、確かに照射が限られる場合があるんですけど、まあ、広い場合とかだったら、ね、広くできるタイプだったら全然いけるとは思いますけどね、まあ、ただ確実じゃないんですよ、陽子線ってあの。まだ全然エビデンスとしてた高くないので、まあ、本当に希望する人とか、普通のお医者さんがやるんだったら、そういや、普通に患者さんとして、お医者さんが、まあ、病患者として受けるんだったら、X 線を選ぶ方が多いかなとは思いますけどうん、エビデンスが高い方をね。 やるっていうなんか,うか、まあ、途中であんまり陽子線まあ私も陽子線できるもんならやってもらっても全然良かったんですけども <laughs> なんか放射線で生きるまあまさにおっしゃるように多分その大船中央病院の武田先生も言ってましたけど、うん、やっぱりかなりの量をこなしてるみたいなんで、うん、なんかその量をこなしてるそのなんて言うんですかねそのうん 蓄積みたいなものをこう使うとすれば、うん、まあ放射線の方がこうやってこう当てれば治す治るみたいなものが結構その知見があるのかなと勝手に思ってましたね。うん、あそうですね X 線の方がそうやってねんとなく感覚が分かるしああもうちょっとここら辺をちょっと広く当ててればいいなとかなんかあ<ー>まあ掴めてはくるのでやっぱりまあ歴史としては X 線の方がもちろんいいんですけど。 もし、なんかね、希望する場合とかは、羊羹とかもいい選択肢かなとか思いましたね。うん、あの、がんで、ね、ガンセンター東にいるならね。<laughs> うん、そうですね。<laughs> ただただ。うん、そうか、でも、あれですね、結構、本当パぱっと、そのお話を伺うような形。はい、要は、がん、食道がんになって、まあ、紹介されて、東大病院の外科に行って。で、東大病院の外科では、ちょっと、ね、良くないからってことで、まあ、外科の、 あもうこっちの方がいい手術をしてくれるだろうということで東病院行って。いや、途中で、はい、いやいや、放射線にした方がいいなということで放射線にしてっていう形。はいはい、この流れだけ見ると、パッと見ですよ。パッと見、医療者からはまあ迷惑な患者さんだな、みたいな形には見えてしまうんですけど、はい。そうですよね。だと思います相当、相当、相当もうそう思います <laughs> だけど、本当にこうやってしっかりお話を聞くと、やっぱり一番最初に、まあ、あなたはこういう病気です。 で、こういった選択肢が今あって、大体このくらいの確率で治って、大体副作用としてはこういうのが見込まれますよ。もちろん確実な話ではないですけどねって一言言うだけで、このおそらく1分間の説明だけで結構満足いく治療がすぐ選べたんじゃないかなと思うんですが、そこら辺のコミュニケーションだいす。<laughs> いや、本当におしてるとだと思うんですよ。だから私は後で、その東大病院の瀬戸先生に、あのー、まあお話聞きたいと思って、 たのもそのことがあったんですけどね。その要するに最初の段階で、もしそのほまあ、放射線治療の話があったら、もっと早くその放射線治療のそのメリット、デメリットも含めて考えて。で,でも逆,逆に言うと、まさにそれが自分がこう描いてた。その最初の告知の時のにもらえるであろう情報だったんですよね。まり、自分のがんがどういうところにどういうふうにあって。 それを CT とか内視鏡で見せてもらって、うん、その、その、手術だったらどういうふうに、まあ、取るって、うん、それで放射線だったらどう当てて、みたいな、そういう話があって、それで、それぞれこれ、まあ、デメリット、デメリット、こういうことがあるんだけども、で、その、まあ、生存率が、まあ5、5%高い、まあ、それが最後のデータだから、だから、まあ、今、まあ、おすすめできるのは、 まあ、診療ガイドライン的にはこっちだけど、みぐらいな説明をしてくれれば、うん、まあ我、我々患者にとっては、診療ガイドラインなんて関係,関係ないちょ言って言と怒られるけど、<laughs> あのー、てうんですかね。それよりも、やっぱり、その、まあ、もちろん生存率5%っていうのは大きさではあるから、それはもちろん知った上で、まあ、患者さんが判断するんだと思うんですけど、 うん、やっぱりその術後どういう状態になるのかとか、うん、うん自分がこう描くその、うん、治った時の自分っていうものと、術後、その手術を受けた場合、放射線を受けた場合のに、まあ、なんていうんですかね、術後の,その変化っていうのはどういうふうに出てくるのかっていうのは、うん、やっぱ最初に言っといてもらわないと、あの、 これ、今日、今日の、聞いていらっしゃる方の中で、手術受けた方もいらっしゃるわけですよね。え、いらっしゃるあ,あ多分、まあ、いらっしゃいますね。うん、まあ、でもな、何か言っても、そこまで気にされるようなことはないと思います。はい、手術したから、うん、どうこうっていう方ないですよ、うん。うん。ちょっと私もそ、そこがちょっと、私も、最近いろんな人に話して、ちょっと、はい、自分でも気になってるんですけど、その、どうなんですかね、その、も,もし、私ならなんですけどね、私の場合、うん おそらく、うん、手術、放射線っていう選択肢を全く知らないままに、手術を受けて、うん、吉野さんってさっきの先輩記者のような状態になって、後で放射線治療のことをこう知ったら、うん、うんちょっと後悔するかなっていう気がしました。ちょっと本当に、あの、うん、まあ、あの、想像の話で、まあ、あれなんですけど、はい、あの、うん、でも、あの、現,現実の本 話私はまあ放射線、うん、もうやってしまったから、これもどっちか選ぶしかないわけですね、うんで。私はだから手術を選んだ自分は経験できないわけなんで、うん、だから、あまあ、これから手術を受け別ですけど、まあ、現時点、両方は無理なんで、うん、あの手術を受けた場合、今どうなってるのかっていうのはもう全然分からないんですけども、うん、少なくとも放射線を受けた私が今何を思ってるかっていうと、あの例えば今、がんが再発して、 半年後に、まあ、亡くなるうん、うん、っていうことになったとしても、もうね、後悔がないんですよ。っていうのは、だってもう自分が選んもう考え抜いて選んだんで、うんあのー、まあそうなってもしょうがないし、まあ、なんていうんですかね、5, 5年生存率とかも低いから、うん、もう。うん あの、古い数字だとは思うんですけども、ステージ3だと26%とかだから、まあ、4人に1人しかそもそも生き残ってないわけだし、生き残ってたとしてもそんないい状態で残ってるとは思えないんですよね。だからそういうことを考えると、まあ、少なくとも治療終わってから、まあ、ほぼ1年経つんですけども、この間を非常にこう、快適に過ごせたというか、まあ、本も1冊、まあ、実際、 あのがん治療の本も。まあそもそもうん、うん、手術受けてたら本だ書いてないと思うんですよ。別にそれはふ普通のことだからってか、まあ、流れさ流れの中でやったら、まあ。放射線っていうのを選んでみて、まあ、自分にとってやっぱり、まあ、後悔がなかったんで。 まあ、こういう、これはちょっと、でもちょっと相当ハードル高いっていうか、<laughs> まあ、まさにさっきおっしゃったように、うん、もう医者から見たらもう最悪な患者になったわけですよね。だから、そこまでして、その多くの患者さんが医者の迷惑を顧みず、そ、うん、うやってできるかって、自分でももう一回やれって言ってもちょっときついですよね。うんうん、だから、これはもちろん患者としても、 その治療選択する上で、まあ、考えなきゃいけないし、うんうん、いろんな人の意見聞かなきゃいけないし、うんうん、なんだけど、そもそもの話で、そもそも、うん、医療側が本当に上松さんおっしゃるように、1分っていうか、2>, うん、まあ2、3分でいいから、うん、ちょっとその選択肢を説明してくれるだけで劇的に違うんですよね。だからそれぐらいしてくれてもいいんじゃないと思うわけですよ。うん、でも、まあ、 瀬戸先生とかにその話を、まあだから終わった後に私はぶつけに行ったんですね。まあニューズウィークがの、うん、まあ取材もあって、まあ本を出すってこともあって、でうん、私もこの本、まあ読んでいただき分かるんですけど、まあ、うん、基本的に私の一方的、まあ闘病期ってそうだけど、私の一方的な主観なんで、だからそれだけだとやっぱ、まあ、なんていうんですかね、これまでジャーナリスト、 みたたいなものやってきたんで、うん、ちょっと一方の視点だけで書ききっちゃうのもちょっと公平じゃないなと思って、うん、まあやっぱり瀬戸先生なりがんセンターがどう見てたかっていうことも、うん、まあ合わせてそっちの視点もまああった方がいいなと思ってそれでまあ瀬戸先生の話を聞きに行ったんですけど、うん、まあ瀬戸先生に そのなんで最初に放射線治療っていう選択肢、示してくれなかったのっていう質問はうん、うん、に対しては、いや、それはその、自分たちはその患者の,その背景っていうんですかね、ちょっと正確には本を読んでいただいて、本に書いたんですけど、うんうん、ちょっと正確じゃないかもしれないですけど、要するに、その人がどう生きてきたかとか、そのどう生きたいかとか、うん、そういう背景っていうのはあの、とりあえず考えないんですと。うん もうその、がんっていう病気だけを見て、うん、それに対して最適な治療をするんだと。だから、他のその、あの、たとえ70歳のおじいちゃんだろうが、その、とにかく、これは、このがんを見たときに、それを取り切った方がいいと。まあほ、ほぼ、あの、瀬戸先生は取り切った方が、取り切れるものは取り切った方がいいと思ってるから。ら、うん、まあ、そうなるんでしょうけど、取り切った方がいいと思えば、それも、それを提示して、そんで、やると。で、 あのその時に患者さんの方から、先生、放射線っていう手はないんですかねって言われたら、初めて、その時にまあそに選択肢っていうのをまあど、うん、やりたいっていう方には、説明するし、まあ、紹介しますと。ただ、基本的には、そのがんだけを見ると。病気だけを見て、それに最適な治療をやるんだと。うんうん、で金田さんみたいに、要するにその選択したいっていう人は、 そのいるか、確かにいるんだけど、でも数少ない。圧倒的にやっぱり多くの人が、やっぱりその医者がこういうことが、これが一番いいんだというのをまあ推し進めてもらうっていうのが一番迷いもないし、いいんだと。すみません。正確な、正確なことは、たいそういうことをおっしゃってます。正確なことはあの書いてありますよねっていうことなんで、ま、あ 今一つの考え方だなと思います。一つの考え方だし、うん、まあもっと言えば、これまでの日本国民っていうのは、それが良かったし、まあ今、多分、うん、今現在もそれがいいっていう人が多いんでしょうね。やっぱりその、うん、こ,うこれだっていうのがって、うん、こっちに、<laughs> そうそうこっちにボールを投げられても、 こう選べないと。困るだけだと。で、多分、家族の中で生まれちゃったりもするし、自分の中でも、どれを選べばいいのかっていう、そ,のそもそもその、どういう基準、うん、判断基準で選ぶのっていうのもあるだろうから、うん、あ,るあるだろうかというか、それがあんまりこう考えて、うん、考えてないケースもあるんじゃないですか。そうすると、こう、選択肢を投げられると逆に困る。 うんうん、っていう人が、だから先生が決めて、もうそのままやってもらっちゃった方が、うん、っていう人が少なくとも過去は多かったんだろうし、だけし、現時点も多いんですかね。<laughs> 私はちょっとそこには疑問があるんだけど、多分せ、うん うんまあ、どうなんですか瀬戸先生の前ではそうなるかもしれないかなというか,うか、ね。<laughs> 瀬戸先生はね、やっぱ、あの立場だから、言うことを聞いとけは間違いないみたいな形でこう考えさせないでっていう形はあるかもしれないですけど。えっ、ー、と、えー、まあ、あの、何個か、まあ、議論点はあって、その、まあ、僕らが医学部、今僕は3三なん、あ、十4か、十四歳なんですけど、その、医学部で、まあ、習ってるときは、まあ、昔は、そうやって、はい、あの、もう、患者さんの背景なんか考えずに、 あの、これがいいんだっていう形で医者がいいものを押し付けるっていう、はい、まあパターナリズムっていう言い方をしますけれども、パターナリズムで、まあ、こう医療をしてきたんだけれども、はい、はい。 今はちゃんと患者さんの背景を見て、まあ全人的な医療、まあ人を、まあ、全て見るような形、病を見るな人を見るんだっていうような形でやるのが、まあ、スタンダードなんだと、はい、まあ、あの、理想論ですよ。理想論では。<laughs> <laughs> まあそう、<laughs> そう頑張りましょうって言ってるので、まあ僕らは選択肢をまあ示すことが普通にはなってはきてはいるんですけど、やっぱり瀬戸先生ぐらいの世代だと、やっぱまあそれがあのパタナリズムでやることが普通、まあそれでやる方が、まあ責任を負うっていうことでもありますから、代わりに選択をするっていうことは。ね、まあそ、ね、まあそちらの方が医者で、でね、医者であると。 いうような形も価値観が違いがあるんです。という、さらにいうのが、うん、そのお年寄りの方は、ね、今でもそうです。 あの、うんね、こちらの方で選択肢をし,、ええ、しないでみたいな。だけど、萱野さんぐらいの方で、ええ、まあ,ある程度い、いそのまあ言い方悪いですけど、インテリジェンスが高いっていうような、まあような方は、まあぜひ、こうしちゃんとあの説明しないと、こうやって不信感が高まっていくなっていうのは、僕らも分かってるので、ちゃんとこう説明をしようっていう形はしますけど、それを見分けるのって、ある程度訓練をしないと、結構厳しいかなとは思ってはいます。医者の 医者の技術も少しずつやっぱりそうやって高くなってかなきゃいけないなっていう段階でまだ追いついてない人が、まあ追いついてないっていう、まあ瀬戸先生に言うのもなんですけど、まあ、あるのかなとは思ってはいます。ただ、あの、金田さんの話を聞くとですよ、あの、院長の時は不信感を持った。だけど、がんセンター東病院の時は同じく手術を進められたけど、不信感を持たなかったんですよね。持たないです。それは、それは、 あのー、説明の仕方がうまかったからっていうことなのか、ちゃんと説明が十分だったからってことなのか、はい、どっちか,か。そうですね。でも,もう説明は十分ではなかったですよね。っえー、っと、十分ではなかったというのは、が放射線治療の、いや、総放射線治療の話はその先生はしてなかったはずなので、十分ではなかったはずなんですよね。はい、それはですね、もう私が手術でやるって、もう決め打ちで言ってるわけです、ねうん、ああ、なるほど。なるほど、ね。 やっぱりそこもちゃんと病院側の人は見てほしいなと思うんですよ。つまり私はまず最初は、うん、あの、地元のクリニックから東大病院の瀬戸さんを紹介状で行ったんですね。うん、私、瀬戸さんが院長だっていうことも知らずに行ってるわけですね。だ、うん、からもう東大病院外科に行く、まあ、多くのがん患者さんは、その、自分がまずその、って疑われて、その、最終的な施術を受けるだろう病院に行ったときに、 そこの何かっていうのが大きな意味を持ってるなんて思ってないですから。全く思ってないですよ。ああ、なるほど、なるほど。だから、その、病院側とか医者の側は分かってきてんだと思ってるかもしれないですけど、うん、こっちは分かってないわけですよ。うん、何にも。もうパニックな状態でとりあえず行って、うん、それでもう何かなんていうのは、そのもう全然そんなもの見てないわけです。 とりあえず、がんを見てくれて、ある程度これから案内してくれるところみたいなところですよね。そ,うん、そうです。そう,そうだからまさかその、そ移植道外科って外科に行っちゃったから、もうその外科の枠から離れられないなんていうことは、はい、夢にも思ってないわけですよ、ね。うん、私、病院の取材もしてきたし、その、はい、ある意味で、まあ他の一般的なその国民よりは、その、うんいし 医,医療とか医者ってものの周りをぐるぐるいたにもかかわらず、うん、ああ自分ががんになった時に自分が、うん、行った病院の何かがすごい重要かなんてことも全然もう <laughs> 全く考えてなかったです。うん、だからその最初にそういう状態で来た患者さんはそういう状態だからたとえば放射線科に来ても内科に来ても腫、うん、内科に来ても外科に来ても その、もうそれを選択してきたってことは100%ない、ありえないわけですよ。うんうん、だから、その選択肢をまず示さないと、そのどっかのからセカンドオピニオンに来た私みたいなやつはいいと思うんですよ。その,その大前提は、その、はい、わあの、前の病院で一回全ての,その選択肢を見せられて、それで外科を選んで、ファーストオピニオンをもらったんだけど、 ちょっとどうかなと思ってセカンドオピニオン受けに行ってって、その流れであればセカンドオピニオンに行った先は、もう外科っていう選択をもうそのファーストオピニオンのところでしてるから、こう、だからまあ私そう思ってんで、ガンセンターが、の外科医がその、うん、私に放射線を進めなかったっていうのは、まあそれしょうがないと思うんですよ。うん、な,るなるほど、なるほど。私は外科で行く気満々、手術する気満々で行ってますから、はいはい、その時点では。はいはい、ああ、なるほど、なるほど。しょうがないと思うんですよ。 あ、うん、そうですね。そしたら、<う>やっぱり一番、はい、一番悪かったのは瀬戸先生、瀬戸先生で。瀬戸先生 <laughs> 東大移植道外科の対応です、ね。<laughs> ああ、そうです。そうです。だまあ、はい、放射線に行った時には、まあ、そうですね。そしたらもう放射線としては何ができるかっていうのを聞きに行ったから、それは良かった。だ一番わからない状態の時に説明してくれなかったのが一番やっぱアウトだっていうところですよね。そうですね。だから、 その上松さんおっしゃるように、一番最初にその、の何ていうんですかねその、まさに患者をフラットな状態で見て、自分があの背負ってる看板が外科なのか、うん、内科なのか、放射線なのかって関係なく、うん、要するにこの今こ、こういう状態のがん患者に対して、どういう治療法があるのか、うん、まあもちろん一番いいのは、診療ガイドライン的にはこれだっていうのはあるのかもしれないけど、でもちょっとこういうふうに落ちるけども、こういうものもあると。 うん、いくつかの,そのオプションを出してで、ね、で、まあ、それで、ちょっと患者さんの、まあ、ほちょっとでいいと思うんですけどね、どういう、その、うん、そのなんていうんですかね、治療を受けたいかとか、術後どういう生活をしたいかとか、うん、仕事なんですかだとか、そんなことをちょっとき、だから、まあ、簡単に言うとかん、ちょっとしたコミュニケーションがとって、うん その患者さんにとって、で、そ,それ、そこまでやると、大体患者が選択したいのか、もう丸投げしたいのかっていうのもわかると思うんですよ。うん。ある程度やりとりすればるか。でも、先生ももう、うん、もうそんな聞きたくないから、もう、お願いしますって、多分、丸投げタイプは、パターナリズムがいい人は言うと思うんですよ。うん、で、私みたいなのは、ちょっと先生、ちょっと説明少ないから、そこもっと教えてくれとか、画像を見せてくれとか言うんですよ。うん、うん。その言う、うん 好きさえ与えないっていうのは、うん、私はちょっとそのやり方はあんまりよろしくないなと思う。うん。まさに好きを与えない。う,うん。ああ、なるほど。だから、そうですね。そのコミュニケーションはしたくないんですね。ない。そうなんですよね。したくないっていう強い意志がなければ、あの、ああいう対応にはならないはずだと思うんですよ。だから、うん、コミュニケーションをやるっていうその前提をやっぱり病院側というか医師の側が、特にその最初に癌になった たってその告知される最初の、うん、段階はまだ相手は何も分かってない状態ですか、ねうん、治療も病気の状態も治療もそだからそこは説明した上でやっぱりその、うん、ん今の日本の医療界でできるその選択肢っていうかまあその選択肢の前に、うん、その選択肢みたいなもの聞きたいかどうかっていうやり取りを一発かまわすそんなのもう30秒で終わるじゃないですか <laughs> 聞きたい聞きたくない、ね。うん <laughs> <laughs> それで言えば聞きたくないですっていう人はもういいと思うんですよ。であの、加ヤさんがジャーナリストで結構ね、コミュニケーション能力が高いんだと思うんですよ。で、これ、お医者さんって結構コミュニケーション能力高い人ってそこまで多くなくて、で、実際にこうやって会話をしだすと、いらないこととかも出てきて、あ、時間浪費するなっていうことって、特にコミュニケーションが下手な人はよくあるなっていう印象があって、で、それであ嫌な思いをしても嫌だっていう、もうその説明に、そう、説明に関して、 僕らお金が取れないんで、なるべくならポンポンポンってやりたいっていうところは、ありたいっていうところが、うんね、まああると思うので、うん、まあ医者のね、能力がね、本当に求められてるなっていうのは、ね、<laughs> すごい感じるところではあるんですよ、うん。まあその患者さんにとってはこんな簡単なことぐらいしろよって思うと思うんですけど、うんね、医者ってそこまで、ね、できた人間ばっかりじゃないんですよ。まあでもあれなんですよね、そう、そうだとすると、その、だからその、なんていうんですか、お医者さんがやんなくて全然いいと思うんですよね。 ね、あなるほどなるほど。その専門的な人とか、るるあるいはその AI ロボットでもいいんですけども、なんかその、なんていうんですかね、確かにおいしあのと、とんでもなく話長い人とかいるし、もうそういう人にはまると、うんまあ、私もそのよくわかるっていうか、その仕事上もその、 ちょっとその辺の人に聞くと、もうそれで3時間浪費されたりとかするんで、うん、まあ、ちょっとそういうことも含めてですけど、まあでもやり方っていうか、いろいろあると思うんですよね。うんうん、だから、必ずしも、その、その、お医者さんが患者さんに土面と向かってやる必要があるかどうかっていうのもあるんで、うん、まあ、その効率的にそこの、のまず患者さんの意向を、まず最初、 そのどういう意向なのかっていうのを探る。で、まあ、途中段階でだから何回かやってもいいのかもしれないですけどね。そういう、うん、そのお,お医者さんが直接やらなければいいだけの話ですからね。うん、直接やってはま時間取られるんで、うんって。っていうこともあるし、ただ、まあ、やっぱり、あのー、いずれにしても、あのー、直接面と向かってやるかどうかは別にしても、コミュニケーション、うん、相手が何を。 考えてどういう価値観でっていうのをその、うん、探るっていうその、うん、そのなんていうんですかねあのことはかなりその、えー、診断初期っていうか最初の段階でやんないと、うん、やっぱり不可逆なものじゃないですか、うん、特に手術とかまあ放射線もそうですけど、うんうん、だからそれをやるまでには結構こう慎重にやった方が あのー、いいな、と思うし、まあ、うん、本当に、あの、極論最初の一回、一回で、やっとくだけでもう劇的に違うと思うんですね。うん、でも、まあね、あともう一つ言うのは、だから逆に言うと、患者の方もコミュニケーション能力上げるって感じ。うん、まあ、私、<laughs> その、なかなかできなかったんで、あのー、うん そんな偉そうなこと言える立場じゃないんですけども、うん、やっぱり患者もいろいろいるようにお医者さんもいろいろいるわけなんで、うん、だからそ,のそれこそ、まあ、瀬戸先生みたいにもう自分のやり方にばっと自信があって、うん、ガーッと引っ張っていくタイプの医者もいれば、うん、あどうやりますかねってことをこうあでもないこうでもないってこう医者考えてくれる人もいるけどもいろ、まあ、んなタイプいるわけなんでその自分が。 どういうふうに聞きたいかっていうこととか、治療を受けたいかっていうのと、相手の医者のタイプっていうのを、やっぱ関係も見抜かないと。うん、<laughs> で、あんま、その、ある程度合わせなきゃいけないと思うんですよね。コミュニケーション、うん、だってそんなに100%合う人と出会えるわけないんで。うん。だからまあ、その、ある程度ど、相手がどういうタイプな人で、どうやったら、こう話、<は>自分の求めたい、 その、例えばその選択肢出してほしいならどうやったら出してくれるのかとかっていうのを、まあ患者の方もちょっと考えて望まなきゃいけないなとは思ってますね。うん、だから、それは自分もできなかったっていうか、うん、もっと違う、<の>もっと、うんね、えっとですね、あの、一つ、はい、そあの、その今日の勉強にし,、まあ、したいなって思ってることが、まあ一つあの理想としては、はい、まあ僕らお医者さん側はちゃんと患者さんが言うように、ちゃんと選択肢を最初の段階で示すんだと。 でそれをまあ,ある程度、端的でもいいから、しっかりと説明して、信頼関係を築いて治療に進むのが一番いいんだっていうのは、理想論としてあるんですけど、一方で、患者さんとしてできること、もう僕ら、理想を掲げてもできないお医者さんにかかってしまった患者さんとか、すごいかわいそうなことになるから、患者としてそのできることっていうのが、実際なんだろうなって、これをしとけば、とりあえずは、こういった転々とするようなことってなかったよなっていうのって患者さん側からありますか そうですね。だから、やっぱり、最初の、うん、そうですね。いや、でもそ、そう,そう考えると難しいですね。結構、私もいろんな人に話を聞いたんで、うんうん、かなりその、瀬戸先生と会う前後って、告知の前ぐらいから、とにかく東大病院で本当にいいのかとか、 患者ができることはもう病院と医者を選ぶことだけだってもう散々こう知人とかに言われて、それでもピンとこないんですよね。やっぱり。なんてもう東大病院の瀬戸先生っていう結構偉い先生が見てくれんだから、もうほ病院の選び方なんてわかんないですよね。私もわかんないんだから多分多くの患者さんわかんないと思うんですよ。 いや、その、ちなみに、まあ、一番スムーズに来れたのって言ったら、まあ、その、瀬戸先生ところに行って、ああ、じゃあ、自分には放射線治療がいいなってことで、そのまま地下3階に僕らのがいる場所があるからですね。<laughs> <laughs> そこに来ていただければ、本当にスムーズに進んだはずだろうなと思うんですけど、そうですね。まあ、その、瀬戸先生の説明が悪かったのは一つなんですけど、カ田さんにも、実は、 その中で、まあ、行く段階で何か勉強の仕方として、まあ、放射線治療があるんだとか、まあ、こういった感じで多分話言われるんだろうなっていうことが頭に浮かんでたら多分地下三階にも一回来たんじゃないかなとか思いながらですね。そう<ー>。<laughs> それはですね、でもね、<laughs> <ー>本当に今言われるまで考えてなかったですね。<laughs> ああ、なるほど。と思ってないですもんね。<laughs> あ<ー>そもそも、東大病院って紹介状がないといけないと思ってるわけですよね。はいはい。でその紹介状が書いてあるのが、<laughs> もう、食道外科の瀬戸先生で、その以外の人に聞けるなんていうのは、ああ、ああのー、なるほど。もうああの頭に浮かばなかったですね。ね全く浮かばないです。うん、であ、やっぱり、あのー、患者は、えっと、例えば東大病院も、がんセンターもそうなんですけど、うんあの、横の連携がもっとちゃんとしてると思ってるんですよ。 ああ、なるほど。意味わかりますかは,いは,いはい、はい、はい<の> <laughs>。はい、わかる。あのー、こういう患者がい、食道がんこういう人がいるって言ったら、はい、その、例えば、その、外科のところに行っても、放射線科の先生が、うん、いや、それ放射線の方が、これ治せんじゃないのとか、うん、全然、伺いしないところでやってくれてて、結果やっぱり外科だから、自分が外科にいるんだと思っちゃってるんですよ。 なるほど、なるほど。病院側が、そんな、そんなありえないじゃないですか。そんな、そんな連携も取れてないし、そもそも忙しいから、そんな、その、東大病院に来てる患者の、そんな他の移植道外科に行っちゃった患者を、横からこう、チラチラ内視鏡とかの見て、うちの方がうまくいくぞ、なんて。 言う,言うことないでしょはい。うん、まあ大体はしないですね。あえてしてるところもあるんですけど、ね。あ、う、あ、ん、だから、それを患者の方は、まあ、その勝手な、その、なんていうんですかね、う,ん、うん、都合のいい想像なんですけど、まさか、東大、うんうん、病院さん、自分、そんな食道癌んなんて重い病気なんだから、もっとちゃんとやってくれてると思ってるわけですよ。 うん、でも実際の <laughs> 実際の病院の中はそんなことは全然起きてないわけですよだから、はい、そのなんていうんですかね私は東大病院もう,もう本当にお恥ずかしい話東大病院っていうその看板にやられて、うん、あ,あもう東大病院入ったから <laughs> もうその総力を上げてなんとかしてくれるんだと勝手に思ってた <laughs> でもそんな総力なんか全然上がってないわけですよ。うん、<laughs> もう全然一本足なわけですねだから そこはやっぱりそういう発想にならないからそういうもんだっていうやっぱり一つはその患者側に対する何て言うんですかね刷り込みというか何かあった時はその同じ病院でもその科が違うところは全然もうあのち違う病院と同じぐらい違うから。 自分からその、ね、その外科の先生が放射線も行ってみた方がいいよなんて絶対言わないわけじゃないですか。でもそんなことは知らないわけですよね。大 <laughs>、うん、学病院はなっていう感じですね。まあ、がんセンターとか結構敷居低いのかなって感じはしますけど。うん、あ、がんセンターは若干低いですけど、まあ、そんな変わりないですよ。うんうん、<laughs> だからまあ、それはい、患者には全然ない発想ですね。ああ、なるほど。がんンセンターで初めてその発想があって、 外科にいながら放射線科の意見が聞きたいと思ったけど、もうその時にはその組織の壁がもう思いっきり熱いってことは分かってたんで、あの、直接言えなかったですもんね、うん、怖くて。私でも。だから、ん<ー>相談窓口とかいうわけの分かんない窓口に電話して、そこを一発かまして、はい、はい。っていうのは、やっぱりその、例えば外科の先生に、いや、やっぱちょっと放射線聞いてみたいですって言ったら、 うん、自分の手術をこう後回しにされたりとかそういうことが起きるっていう、うん、そ,のそういうなんていうか恐怖感がものすごい強いですよね、はい、患者側にはだから外科の先生の機嫌を損ねることは言えないですよねああなるほどだけどそれでももう放射線やりたいから言うんだけどでも直接言うと、うん、この要するに他骨も外科の中で処理されるとまずいから、うん、だから私は患者相談センターにまず電話したんですよ だら絶対記録取ってるはずだから、一、うん、回放射線聞きたいとかいう記録が、うん、私の記録が残ると。それで外科がなんか変なことをもししたら、うん、そのこ、ここの記録があるから、あ、放射線やりたい人にそういうことしたっていうのが、うん、この記録上で照合される危険があるじゃないですか。ああ、なるほど、なるほど。結構私はそこまで考え、もうその信頼してる先生だったにもかかわらず、そこまで考えましたね。はい、要するになんかその、うん、機嫌損ねちゃった時に、 嫌がらされても、外科の中だけでやられちゃうと、もう、外に出てこない。そうですよね。だから、その、それ以外のところに記録を残して、はい。その上で、外科の先生に放射線聞きたいといえば、これは、その、相談センター経由で来たから、相談センターの人も聞いちゃってるなと。ああ、もう変なことできない。そんなの、そんなの無理だよとか言って、つぶすわけにもいかないし、はい。だから、まあ、そういうことまで考えましたね。 はい。なるほど。なるほど。そうであの、カンさんは、その、チカさんが行けないですよ、怖くて。無理無理無理。いやいやいや。いやいいカンさんの話を聞いてるとすごい面白くてずっと聞いてられるんですけど、ちょっとまあ皆さんいろいろ書いてくれてるので、ちょっとね、それを追っかけましょうか。よかったら、あの、 今、喋りっぱなしでお水とか、はい、<laughs> 喉乾いてると思うんで、やってください <laughs>。まあ、こういった形で書いてくれたっていうので、まあ、皆さんのを書いていきましょうか。あ,あいろんな方いらっしゃってますね。いつもまあ、私の方で、その、ガのセカンドオピニオンとか、今みたいな形でどんな治療があるだろうとかっていうのは、私の方でも、こう、アドバイスしたりしてるんですよ、ね、そういった方々がこうやって来ていただいてます。はい、ありがとうございます。よしよしょ。お、ちょっと、あちょっと挨拶をちょっと飛ばしますよ。皆さん、いっぱい書いてくれたけど。おいしょ。<laughs> <laughs> さてと、マツコさん、あ、ほん。 本日のま、対談を拝見するにあたり、私が思うことは、患者側が治療方法の情報収集をした後に、医師が有効的な提案しても、それが異なった場合、患者の期待に反して思い込みが生じて、医師が自分を騙そうとしている勘違いくことも起こり得ると思います、とか。ま、赤すにするのもどうかと思うので、うんうん、事前に得た情報をコミュニケーションすると使うのも重要と思いますが、よろしくし、うん、あ、先に思い込んじゃって、医師の話を聞かないっていうようなこととかもあるか、とかいうことですけど、まあ、なんかそういった場合は、なんか、 あの、思い込んでしまうタイプはもうそっちの方に走っちゃうから、ちゃんと医者の話を聞きに来ないっていうことがありますけどね。あ、まあ、あそう,うです、ね、で、しっかりその勉強してくる方とかもやっぱりいらっしゃるんですけど、じゃあこれはどうかこれはどうかっていう形で、あの、自分では最後まで詰めては調べられないんだけど、まあ最後判断を聞きたいっていうような患者さんとかは、やっぱりその、まあ私の方でもこうアドバイスをして、じゃあこれを選ぶって言って、患者さんが言ったように、あの、なんかどういう結果に終わりにしろ、 納得したっていうような。まあ、これが私の人生だっていう形で納得できるってことで、QOL がガッと高まるなって思うんです。うんうん、<laughs> やっぱり、カイさんもやっぱり自分で選んだってことが良かったっておっしゃってましたもんね。そうですね。そうですね。うん、考え抜いて選んだっていうことが大きいですね。まあ、なんか、そう、そうしとかないと、その後ずっとこう引きずると思うんですよね。自分が選んだんじゃなくて、 その人にやって、それでまあ、後で選択肢があったって、後で分かっちゃうのって最悪だと思うんです最初に選択肢示されて自分が選べなかったっていうんだったら、まだ納得いくと思うんですよ。ああ、そこで選ばなかった自分はちょっとね、もう勉強不足だったなっていうことで納得できると思うんだけど、うん、知らなかったってうのは本当にまずいと思うんですよね。ああ、そうだよ。うん、だから、か知ってて選択できなかったならまだしも、 うんうん、だから、本当に。あ<ー>まあでもこれも、瀬戸先生的な方に言わせると、ね、いやいや、その、それで迷っちゃったらどうするんだって話になるんでしょうけどね。 まあ瀬戸先生ぐらいになると、本当にまあ選択肢があって、頭の中にちゃんとあって、いや、まあ患者さんにとってはこれがいいだろうっていう形で提示してるからいいんですけど、本当、うん、しょうもないお医者さんとかになってくると、うん、それしか知らない外科し。外科手術しか知らないとか、うん、あるいは陽一、うん、線とか重立線の話とか知らないでそれだけ進めちゃうっていうことパターンもあるので、うん、できることなら、まあみんなちゃんと選択肢を示すようにしておけば、うん、あ,あ、このお医者さんは良くないなとかっていうのがすごいわかるからですね。いいかなと思うんですが。うん さてと、ね、こちらは私の上司ですね。地下3階の上司です。<laughs> はい。<う>放射線と抗がん剤の治療を選ばれたのは正しい決断だと思います。頭まで逃げなくても、東大病院に地下3階まで逃げてこられてよかったですね。やっぱ思う,、ね、うところがあるんですよね。いや、本当いや、<laughs> 私も実は最近知ったんですよ。東大病院の放射線化がいいって。 <laughs> <laughs> 知らないですよねあ。そうですね。なかなか、そうですね。でも、外科でそう守れてたらこっちは来れないです、ね、一言あればいいんですけど、放射線科に行きたいんだけどって一言あるだけで、まあすぐ来るんですけど。うんあなかなか難しかったですね。はい、うんさてと、はい、これはどうでしょう。 質問です東大病院のような有名病院での診断治療方針に対してセカンドオピニオンを申し,ああ申し出ることに躊躇ありませんでしたが、それは金田さん、ジャーナリストであった方は関係しますかって、そのセカンドオピニオンを申し上げるタイミング、ここどうでしたかだからもうめっちゃくちゃ躊躇しましたよ。<あー> <laughs> あのだからいや、この方は多分私がジャーナリストだったからセカンドオピニオンを申し出れたんじゃないのっていうところもあると思うんですよ。そういうことよく言われるんですよ。<laughs> まあそれ、だけど、<laughs> あの、まあ、どういう言い方がいいかわかんないですけど、も、ま、う、あ、確かに質問とかするのは、まあ得意なんですけど、その渡しをしても、ものすごい難しかったです。あ<ー>まあもう本読んでいただけばわかるけども、なんで金田さんここで、そのもう腕掴んででも質問しないのって言うんですよ、<laughs> 本読んだ人は。<laughs> だけどそんなできないじゃないですか。<laughs> そんなね、その先生がわーっともうそのベッドの前去っていくのを、その、どなりつけて呼ぶわ、呼び止めるわけにもいかないし、<laughs> う追っかけたって追いつかないし、<laughs> その、<laughs> っていうのもあのと、あとやっぱりセカンドオピニオン自体が、やっぱもうずっと言われてることですけど、<laughs> セカンドオピニオンは、とにかくその、それと言っても、その、もともとのファーストオピニオンの主治医が、 その気を悪くするようななことはないとはい時代だと <laughs> あのにその、まあ、今いろんな、ね、先生の意見を聞けて安心して治療が受け、うん、られるからそのファーストオピニオンのとこの先生ももうあのどうぞ行ってきてくださいって言うはずだって表向きはなってるんだけど、うん、そそれでも実際やろうとしたらそうじゃないじゃないですか <laughs> <laughs> やっぱり当たり前だけど。 <laughs> ねその当たり前です。当たり前の状態ですよ、やっぱり。そんな、それを本当歓迎してる人も今いるとは聞くんですけど、まあまあ、まだまだ一部ですよね。うん、ま,まあ、めんどくさいしですね、いろいろ書類を書て、こう、やるのっていうのは、で,ね、<laughs> で、自分のところ離れるのかっていうのが、まあ人の気持ちだとは思いますけど、ね、ただ、だその伝える瞬間の時に、うん、あの、いや、自分はこういった、 まあ病気で、まあここへ迷ってるから、これだけはちょっと聞かせてほしいって自分の人生だからって一言、なんか自分の覚悟みたいなも,ものを伝えるだけでも結構態度がガラッと変わるんじゃないかなとは思うんですけどね。うん、そうですね。あとまあもう一つはまあ、やっぱり私はの言い方としては、とにかく自分が勉強、それ本当のことだったんですよね。とにかく自分が勉強不足で、その、いいか悪いかも本当にわかんない状態。 ねうん、その、その多くはでも教えてくれないからなんだけど。うん、のああ、最後は教えてくれたんですけど、でも、そその最後教えてくれても、それに対する疑問がいっぱいあるわけじゃないですか。だからやっぱり、やっぱり勉強不足を、その一発の、その、なんていうんですかね、その面談では解消できなかったですね。うん、だからそれは本心で、やっぱ、セカンドオピニオンを受けないと、うーん、まあ、うん 納得、納得できないというか、その自分自身が、本当に、その、このまま手術受けていいのかどうか、東大病院でっていうのが、うん、あまあ、腑に落ちない。要するに、まあ、もう知識不足ですよね。知識不足で、判断できない。うん、だから、やっぱ判断できるだけの状態に、まず自分をしないと、うん、いけないなっていうのは。 これは確かに私のもともとの性格っていうか仕事のやり方でもあるんです。うん、でもこれ多分多くの仕事も同じだと思うんですけど、うん、その例えばあるテーマで記事を書きますって時に例えばある会社の不正事件のことを書くって言った時にその,その会社のが一体どういう歴史で今があって。 で、競合他社どういうところがあって、うん、なんでこの不正をしなきゃいけなかったかっていうのを、単に不正でいくらごまかしたかっていう、それだけじゃなくて、その背景にある、その不正をせざるを得なかった背景みたいなところまで掘り下げて、その問題を見ないと、うん、その、そもそもその、なんていうんですかね、これがどれぐらい問題で、この後どういうふうに解決したらいいのかっていうのが、わかんないと思うんですよ。うん で、他の会社もそれを多山の意思として、うん、まあ、その、なんていうんですかね、自分のと会社はもうどうしたらいいかっていうのもわかんないと思うんですよ、その。だから、うん、もう徹底的にその問題が、何が問題だったのかっていうのを、その掘り下げて考えないと、うん、その根本的なもん、その、なんていうんですかね、何が問題で、これからどうしていいかっていうのが判断つかない。だから、その、絶対にこれはこういう、 こういう、なんていうんですかね、原因でお生まれたことで、この後こういうふうな治療っていうか、こういう処置をしとかないと、またこの会社同じことを起こすぞっていうことまで提案できるような記事にしないと、うん、私は気持ち悪いから。なるほど で、それと同じことで、その、今回のこの治療にあたっても、この治療って一体どういう自分が症状で、うん、で、その自分のやってるその抗がん剤とか手術とかっていうのがどういうことが行われて、で、その結果として自分がどういうふうな状態になるのかっていうのが、自分の中で腑に落ちて頭の中でこう理解できてないと、その、その状態で進んじゃったら、うん、まあ、なんていうんですかね。 いい、納得できる、その治療になるわけないなってそれぐらいのさすがにドタカンは働いたんですよね。うんうん、だから、やっぱり、腑に落ちないままに、がん治療とか大きい治療を受けちゃいけないなって。うん、だから、手術を受けるにしても、放射線にしても、まあ抗がん剤だけっていうのはあるのかなわかんないですけど、どんな治療にしても、まあもうこれでもう絶対いいんだと。 うん、もう確信できるところまで、やっぱり調べ上げて考え抜いた方がいいと思いますね。その結果が放射線か、うん、手術かってのは人それぞれだと思うんですよ。うん、だからそこについては、私はたまたま放射線だったけど、まあ陽子線かもしれないし、うん、あの、まあ、免疫療法かわかんないですけど、か、うん、しないし、まあね、だけど、まあ、うん、とにかく腑に落ちるっていうか、自分の中で納得いく。 これだったらもう何が起きても、うん、まあ、もう自分が選んだことだからいいんだと、うん、いうとこまで考え抜かないと、が、うん治療はいけないんじゃないのかなというのはすごい、うん、あの思いましたね、うん。そこまでね、しっかり考えてる方どれくらいいるかなって今、今、ポワーって思うんですけど、うん、あの、やっぱり、やっぱ、かえださんくらいまでしっかり考えられる方ってどのくらいだろう 2, ?2 割か3割 ぐらいかなっていうような、大まかはやっぱり瀬戸先生がおっしゃるような形、任せますで、いや、考えさせないでっていうような方の方がやっぱり多いかなと思いますけど、でもこれからはどんどん増えていくだろうなと思います。金田さんのような方々。 そうですね。なので、ぜひ、金谷さんの本とかをぜひ見ていただいて、あ参考にしていただけたらなとは思います。こう、上司が何か言ってました。う,すうちの病院もがセンター東者のしが説明させて。あ <laughs>、これね、まあ、読んでました。<え>はい。いやいや、説明が下手すぎだろ、つって。<laughs> <laughs> あ、よく子さんは、あ書籍をね、拝読したてあました。あ、乳がん治療に似た経験をしてるのにとても共感しましたって。はい、あ、今後の治療の参考にもなりました。ありがとうございます。はい、病状説明がほとんどない状態で科学療法を案内されたことについて、あ、なるほど。 もう抗がん剤だよって、もう即言われたってことですもんね。手術前の。<ー>どうでしたかえあ,のあ、あこの抵抗はなかったかって、はい、もう今から、え、今から体に毒打たれるのみたいな、はい、状態で、抗がん剤は、あのですね、これはちょっと自分の思い込みの激しいところで、まあ、だからよろしくないんだけど、まあ、それがでも判断剤の一つなのかもしれないんですけども、うん その薬はなんとかなるっていう気がしたんですよ。<laughs> これ、ドタカン。<laughs> まあ自分でしか分かんないじゃないですか。その今までいろんな薬を飲んできたりとか、治療あ<ー>をきたあ、なるほど、なるほど。ドタカンで、薬に対する反応が極めて良くて、はい、で、しかも薬の副作用は、あの体力で何とか消せるっていう、うん、あのもうあの何の根拠もない自信があったから、うんうん 実を言うと、抗がん剤に関しては、あのあの水泳の,あの、えっと、池江瑛子選手が、あのうん、ちょうど一年ちょ、私が入院する1年ぐらい前に血液がんになっちゃって、発見しので、抗がん剤であって、抗がん剤があまりにきつくて、それで食事が取れなくなって、うん、携帯、スマホ触るのも嫌になっちゃって、で結局最後あの、抗がん剤あの続けられなくなって、 やめて、それでまあ違う、血が骨髄移植に変えたっていう話。うん、そんな話を聞いたりとか、テレビ出演とかしてるのを見てて、いや、抗がん剤これめちゃくちゃきついなと、自分でも思ってたんですけども。うん、で、まあ、他の人からも抗がん剤めちゃくちゃきついんじゃないのって言われてたんですよね。で、うん、瀬戸先生も一番きついやつやるとか言ってるし。なんですけど、うん、<laughs> なぜか抗がん剤に関しては、ま、あ、 何とかなるだろうっていう楽観的な、うん、あんまりだから抗がん剤に入るところは、あんまり気にしてなかった。うん、で、実際問題、抗がん剤は、ほとんど、あの、なんていうんですかね。まあ、髪の毛は全部抜けましたけど、だから効いてはいたんでしょうけど、はい、きついって感じはほとんどなかったですね。うん。まあ、その、きついのってるからかな、食卓に関ってい いや、食道癌の DCF と、その、に、あのー、まあ、白血病の抗がん剤と中身がだいぶ違うですね。だいぶ違いますね。すねはい、はい。まあまあ、ただ、まあ、その DCF、その受けた、患者さんが受けた抗がん剤でもぐだっと来る人は結構、まあいらっしゃるは、いらっしゃるですけど、まあ患者さんのように元気な方も結構、まあいらっしゃるっちゃいらっしゃるので、あの、うん、抗がん剤って、ね、響きはね、すごく悪いんですけど、あの、体を楽にしてくれることも結構ね、たびたびあるんですよね。中身ステロイドとかが入ってるから。うん なので、うん、皆さん、抗がん剤という言葉にアレルギーはね、持たないでくださいね。私もそう思いますね。<laughs> 抗がん剤は、あのー、私は、私はですけどね。はいはい。なんてことなかったですね。はあのはい、正直言って。うん、まあ、ちょっと、髪の毛抜けるのはちょっとね,あのね、あの、男だから抜けるのはいいんですけど、処理がめんどくさかったっていうのはあるんですけど、それぐらい。はい あ特に、そんな、ちょっと、あの、あと、特定の食事の匂いがちょっと気になるっていうのはありました、ね。ああ、まあそ、ね、まあその程度です。その程度です。食欲はあったし、もうガンガン食って、もう太って困るぐらいでしたから。だからまあ、そうですね。抗がん剤そんなに、まあ、人によって違うからあんまり軽率なこと言えないですけど、そんなに恐れるようなものではない気がして。 私はまあどっちかっていうと、それより不可逆な手術をとにかく恐れてたんで。抗がん剤は別に。そしたらどうしよう。えっ、ー、と、マツコさんもまた、あう逃げ出すっていう表現に <laughs>、まあはい、金田さんが記事に逃げ出すって書いてたから、はい、こっちには、まあ、サムネイルに逃げ出すって書いたんですけど、はい、なんでそんな表現にしたのかっていう、やっぱ執筆の。<え> <laughs> 極めていいですかね、これ、引くような言葉を用いたのかうん、うん、トータ病以外に転員治療法の変更を拒まれて、また治療の続行を強制されたのかとか、ああ、うん、そんななんか、何かしろしろみたいな強制された中で逃げ出したっていう表現したのかとか、聞いてます<と>いてますえっ、ー、とですね、あのはい、一つはあの、これは、あのうん、もうあの今、質問された方が当たってる部分があって、要するに、われわれ、商業ジャーナリズムの記者だったから、 できるだけ読まれるような見出しをつけるっていう、うん、習性があるんですよ。<laughs> だから、間違いじゃないギリギリの見出しをつけるんで、うんうん、まあ、そういう意味で、まあ、なんていうんですか、キャッチーな見出しっていう意味で、逃亡っていうのを、私はその、あのこの、えっと、本の、えっと、見出し中見出しっていうか、章の見出しに使ったんですね。えっと、うん、第何章だっけな第2、第3章逃亡。要するに、東大から逃亡するとど第3章の逃亡っていうしたんですよ。うん、で、これは自分がつけてるから、 あのー、もうその表現使ったんだけどただ実はこれ結構いろいろと、あのー、ダブルミーニングもあって、あのーうん、この東大病院に入ってる時に、あのー、食道がん、うん、ちょっとこれ書いたから言っていいんだよな、まあ、精神病院に入ってて食道がんになっちゃってそ、うん、れで食道がんのそのなんていうんですかね抗がん剤始めたんだけど先生と喧嘩して まさに逃亡したやつがいるんですよで。逃亡したんだけど,あどだ精神病院だから檻の中じゃない、はい、まあちょっと言葉悪いけど逃亡してで,でも行くとこなくなっちゃって食道がんがひどいからで東大病院に入ってきたとか、うん、と隣のベッドに来たんですよ、うん、であのその話もちょろっと書いてあるから、うん、そ,それ、ね、そのワードとして逃亡 <laughs> ダブルミーニングで、まあいいだろうと思ってつけたっていうのもあったりとかするって、はい、まあだからまあ結構、まあそうですね、逃亡とかっていうのは、まあつけていいかどうかのギリギリのところの確かに言葉ではあるんですけども、あの、うん、逃げ出した、あの、この、なんていうんですかね、うん、あの、この表紙っていうか、この OB にも書かれちゃったね、東大病院から逃亡って。うん、で、こっちはもう間違いなく私の話じゃないですか、この逃亡は。うん だから、まあ、それは、そうですね。うん。これは出版社が、まあ、そのなん,かんか逃げ出したっていうような表現で、よく、雅藤先生が、はい、まあ,あの、インタビュー受けたなとか思ってですね。はい、まあ、なんか、雅人先生、はでかいなとか思いながら、こう見てたんですけど、あ,あ,あの表示はもう OK されてたんですかあああの逃げ出した記者が知人にインタビューみたいな。 いやいやいや、それはそういう、ああこのワードは知らないと思います、もちろん。あの、まあ、そうですね。でもまあ、うん、逃げられ、まあでも一般的な用語として、多分、うん その、外科の中でも、うん、あれ、金田さんどうした、うん、ああ、金田さん逃げちゃったって言うじゃないですか、普通に。だから、その、明らかに違う言葉を使ってるわけじゃない言うと思いまですよ。あいつ逃げちゃったからって、まあ言われてるじゃないですか。そだから、まあ別に日本語的には全然その、的確な言葉だと思うんだけど、うん、それを、こう、文字にすると強いですよね、確かにね。なる、うん、話し言葉っていうか、普通に会話の中では、あの感じは逃げちゃったよっていうのは逃げたって表現になると、で実際に出ると、うん。 まあ強いで,すよ、ね、でも私も<あ>あのこれはもう記者時代かそうなんですけど思ったことはそのまま書くし、うん、そのまま、うん、話す、うん、あの結構記者でもいろいろ思いっぱが取材先思いっぱがあってその思ったこと書かない記者があ<ー>実は多いんですよグッとこらえちゃって、うん、<あ>だ,だけどそれってよろしくないと思うんですよお互いに、うん、で一番問題なのは 読んだ読者の人に不誠実だと思うんですよ。うんうん、私が思うに。だって本来だったらこの会社やばいと思って、うん、ここが問題でもう海,、うん、海すごくてこれ、うん、だからこここの会社のこの商品やばいなと思ったらもうそのままに書かないといけないと私は思ってるんですよ。だってそれを知っちゃったわけだから我々メディアだからだからそれがもちろん間違っちゃいかんですよ。 間違ったことを書いちゃいけないけども、うん、合ってるんであれば、もうなおさら分かりやすい表現で読者に伝えるのが我々の仕事だから。うん、だからそこを、でも今の多くの記者、まあ、メディア全体にそうなんだけども、もう自分で抑制しちゃうんですよ。言葉をすごいもう選んじゃって、綺麗な言葉で言うから、うん、全然読者に伝わらないわけですよ。うん、本当のことが。でなんとなく綺麗なとこだけが伝わるわけです。だからまあ伝わるというか伝わらないんですよね。うん 伝わってないですね。だからだから私もこれ逃亡って書いた方が、まあ、わかりやすいですよ。もちろん逃亡しようと思ったわけじゃないけど、畑から見たら逃げたやつじゃないですか。いいんじゃないですか、逃亡ああ。その後、なんか瀬戸先生からなんか言われましたあのー、うん、こう出たじゃないですか。結構反響としては大きかったなって僕は思うんですけど、はい、瀬戸先生、お母さんの主治医でもあるんですよね。 そうでそうです。で、その後、なんかお母さんに、いや、お息子さんにこんなんかかりちゃったよとか、なんかそういう多分瀬戸先生もそうだし、うちの母親もそうだけど、まあ、器が大きいんでしょうね。私もなんかそんなってましたけどね。そんな、そんな、一患者が何言おうが、吠えてろ、こら、みたいな感じだった簡単にまあまあ、それだったらよかったあの うちの母親もだから全然、そのもう、事前に、いや、もう瀬戸先生ね、うん、全然説明してくんないから、もうん、瀬戸先生のとこ行って、もうそれ聞きたださなきゃいけないし、うん、それ本にし、うん、出さなきゃ、みたいな、ずっと言ってたんだけど、うん、もう母親は横で笑いながらお茶飲んでましたから、ね、ずっと。ああ<ー>、なるほど。まあ、しょうがないですよね。ただ,だ本当のことを、 書かない方が問題なんで。うん。うん、なんまあ、いやいや、いい本だったと思いますよ。うん、僕もちょっとね、えー、実は読ませていただいたんですけど、ああ、こういった形で、あ調べていくんだなって、なんか、いい、やっぱいい病院を探すとか、その治療法を探すって結構ね、む普通の方、まあ、その、加がさん、素人ではないですけど、まあ、素人に気が入ったぐらいじゃないですか、やっぱ、でも。うん、なので、そういった方がこうやって、ああ、あのー、なんとか人にアプローチをして、で、まあ、 正しい自分がいいと思う治療にたどり着くんだなっていう奇跡を見せていただいて、あ、なんか、ね、勉強させられました、すごく。ありがとうございました。さてと、さて、これ上司が何か言ってます。はい。診察される時間って、あ、時間自体はどうだって言って、その中身は、はい、あのさっき言ったような、はい、あるけど、時間、はい、その僕らの中でちゃんと診察時間が、 はい、まあ、10分とか20分とかある人は、まあ、満足感得られることが多いけど、その5分とか1分とかの方は、もう満足感が低いんだっていうデータはあって、じゃあ5分でしっかりしたその中身説明されるのはどうだっていう話です、ね。ど,どんな感じだと思いますね。パンパンパンって説明されるっては。はい,はい、はい。それはい,いつのその最初のあ、まあ、最、まあ最、まあ、大体最初の,うその短かったですね。ああその告知の時は。<laughs> まあ想像してたのは、まあお忙しいからにしても、まあ15分から20分ぐらいざっくり、イメージとしては。はいはい。ぐらいはあるんじゃないかなと思ったけど、まあ、短かったですね。うん、分はなかった短くてもよその中身さえあればよかったと思います。あそうですね。そうですね。あ、そうす短くてもいいやっていう感じ。あそううんああ。やっぱそんな感じですかね。あの、あれですね、その、それこそセカンドオピニオの藤田先生は、うん、えっと、セカンドオピニオ20分ぐらいだと思うんですよね。 だけど、あはいはい、20分でも長いと思いました。なぜかというと、ずー,ーっと説明してもらって、その説明があまりに的確なんで、はい、もう質問って言っても、はい、もう一つ二つぐらいしかないんですよ。はいはいはいでそ。で、で、藤田先生、あの、その、ガンセンターの先生は、はい、それで、だから逆に言うと、時間が余っちゃって、もう,こうあのあ、他に質問もはみたいな感じなですでも、こっちはもう質問がない状態。うん、うん で,で、そこまで、じゃあ、みたいな感じ。だからもうこっちとしてはもう全部出し切ってるし、聞き切ってるんで、うん、もう満足ですよね。うん、うん。だから、そこはすごいと思いますね。長くないんですよ、かな。うん、藤田先生の診察って、うん、あの、東病院の外科の先生の診察。だ、うんはいた、はい。大体、短いっすよ。<laughs> 忙しいんで。5分とかだと思うんですよ。ないあなる,なるほど、なるほど。なんだけど、はいはい、長く感じるんですよ。 なぜかっていうと、<ー>ものすごいも,もう必要なことわーっと言って、で、しかもむ、あの、先生の方からお終わりにしないんですよ。ああ、はいはいはい。普通は、わーっと質問したら、はい、じゃあって先生が言うじゃないですか。<laughs> じ,ゃじゃあって言わないんですよ。わーっと説明して、それで、質問っていうか、こう、時間が流れるわけですよ。 あ、そこっちの方が何でもないから、あ、じゃあ、あの、先生ありがとうございました。こっちが、なるほど、なるほど。なるほど、な,ああなるほど。そのコミュニケーション能力の高さを、ああ,ああいう医者はで、でも実際めちゃくちゃ忙しいんですよ。ああはい、はい、はい。むっちゃくちゃ忙しいと思うんですよ。施術もだって年間100ぐ以上やってるんじゃないですか。多分食道がんとしては異常な数だと思うんですけども。うん,うん。それなのに、 だで患者も多いはずなのに、うん、なんか、だからもちろん待たされることもあるんだけど、でも、はいはい、実際、診察室に入ると、ものすごく時間がゆっくり流れて長い気がするんです。はいはいはい。実際短いな。いや、うまいですね、それはそ。すごいと思いますね。<laughs> すごいと思いますね。まあ、だから最大のポイントはその、とにかく言うべきことをばーっとまず説明がめちゃくちゃ的確でうまいっていうのと、うん、あと、こっちの、 反応を見てるからこっちが聞きた質問するまでもなく向こうが答えてるっていう、答えてる話してるっていう状態ですね。うん、だからもう質問することもあんまないんですよね。いくつか質問してもそれに的確に答えが返ってきて、で最後はあの沈黙、沈黙じゃこっちがありがとうございましたって終わらせるっていう。うん、先生の方からは終わらせないんですよ。うん、こっちは、あ<ー>あ、じゃ、ね、どうもって感じ。 まあ、その、神さんだからっていうところもあるのかもしれないけど、わかんないですね。ちょっと、でも、うまいですね。そうですかね。うまいと思いますね。いや、私だけじゃない気がしますね。ああ。うちの神さんに言わせると、うちの神さんも病院勤務だから、死ぬほど医者いっぱい見てきてるけど、あんな医者見たことないすああ、なるほど。ああ、なるほど。もう、彼女も一言も質問できない。もう、何かついてきたけど、一回も質問してないですからね。 すごい、<ー>普段は質問しまくるし、喋る人なんだけど、ど全く、だって質問する必要はないっていうか。はい、お <laughs> おすごいっすな。すごいですね。あ、どうしよう、こちら。よっこさん確か、あその最初から放射線治療が受けられる説明がなかったがゆえに化学療法が送る、受けられてるんですよねって、化学療法を多くさせられる。はい、何か言っちゃいますが、す最初ね、まあ、DCF っていう。 ものを多分受けたと思うんですけど、はい、そんな必要はなかったはずだけど受けさせられましたよねっていうね,、はい、うねどうもどうですなんか愚痴とかありますか <laughs> 愚痴を聞きたいらしいですよあのですねはい。あのこれは結果論なんですよだから今から選び直せって言われたらやっぱり少ないその抗がん剤のクールで、うんうん、もっと弱いやつで良かったはずだから、うん、そ,それを選べるんだったら選ぶんだけど終わった今からしてみるとあの あの全然愚痴がないんですよ。なんでかっていうと、うん、東大でまず東大カクテルっていう強烈に強い知見も多分入ってるのかな、うん、なんか、めちゃくちゃ強いのをやったんですよね。うん、それが劇的に効いてるんだけど、それが効いたおかげで、ガンセンターでもこの DCF が効くってことが分かってるから、うん、まあそのまま継続でやるわけですね。で、それで2つガンが消えちゃったわけで、うん、で、それから今度その放射線に移った時も、まあ,まあ私の場合、スプラチンと 5FU なんですけども、 うん、あのー、それ、まあ、ある意味継続ですよね。まあ、その、ドキタキ性でなくなってんですけども、一、うん、剤減って、でもまあ、効くだろうなっていうのはまあ、想像できるんで、うん、なんていうんですかね、5回もやる必要なかったかってその通りなんですけど、実は言うと4回目でわし終わりそうになっちゃったんですよ。うん、あの、免疫下がりすぎて、白血球が戻ってこなくて。で、うん、いつまで経っても白血球戻らないと。 うん、で、まあもうこれやめになるのかなと思ったんですけど、私の内心は5回目やってほしい。なぜならば、やっぱり放射線が終わった後に1回やっぱりやりたかったんですね。うんうん、それはそまあと一ですか。<う>えっとですね、あの、うん、まあ一番ベストだったっていうの、まあベストというか、その DCF、まあ最初にガツンとする抗がん剤するもん問題点は何かっていうと、 もう自分の体が先にやられてしまって、このシスプラチンと 5FU ておっしゃいましたけど、まあこの薬って保湿性の力を高めてくれるんですよ。なのでこれをまあサンクールこうポンポンポンって打ちたいけど、途中で、ああいや体が弱りすぎて打てないなとかになってくると、 今度は放射線の力が弱まっちゃうから先にやらない方がいいかなっていうのがまあスタンダードではあるんですよ。うんうん、だけど、まあ、患者さんの場合はまあとりあえずはできたと。<laughs> とりあえず、まあ、ちゃんと放射線、ね、<laughs> やりとしたから、まあ、OK かなっていう感じではありますね。すね <laughs> まあ、そうですね。まあ、だから今から組み立て直せるんだったら、もちろんそれは、あの、4回でしたっけ、その4回を、まあ、 適当なところでやりたいですよね。うん、だけど、うん、まあでも結果論からすると、まあ放射線に切り替えることのそのまあ決断ができた一つが抗がん剤が効いてるっていうのもあったんで、うん、だから、総合的に考えるとまあ良かったかなっていう感じですね。うん、だから、その、愚痴がないっすね。あ<ー>結局抗がん剤、いいね、まあ、 大変だったけど、5回も打ってもらって、うん、綺麗に消えたかなっていう感じもするし。なんか、そうですねその。だから5回目の抗がん剤も個人的には非常に打ってほしかったし、うんうん、まあタイミングは確かにね、もう普通の放射線治療とはかなり違うタイミングで打ってる、打つことになったんですけども、まあ、あの、効いたし、 いいんじゃね、うん、って感じで。<laughs> 愚痴がほぼないですね <laughs>。まあ、今と<ー>りあえず消えましたからね。<laughs> うん、そ,うそうですね。はい、そしたら。そうですね。えっと、こっちが、そう、これがね、大体結構多くの患者さんに当てはまることかなと思うんですが、このメリット、デメリットの対比表とかあれば、その判断できるかもしれないですけど、そう結局自分が、うん、そうガンだとか言ってたら、うね、もう説明が頭に入らないっていう方は結構多いなっていうことがあって、で、 内科とか、まあ、外科とかで説明は聞いたんだけど、放射線科に来て、やっと、あ、今自分がガンでこういう状態になったんだっていうのを2回目3回目聞いてやっと理解されるっていう方もね、はい、結構いらっしゃるんですよ。はい、いや、いやい、ね、そなので、その、その最初に説明をまあ受ければっていう一つの問題点がここではあるんですよね。あ,<ー>あ、最初の説明が頭に入らない。いや、そう<れ>、かやさんの場合はもうね、肝はね、座ってるんですけど、 なんか、なかなか、はってなっちゃう方って結構いらっしゃるんですよね。いや、私もそうですよ。私もそうです<ー>最初のなんか、今になってそんなこと言ってるけど、<ー>本当に最初にそれ言われてて、うん、その判断できたのかっていうと、それはわからないですね。うん、でも私も結構そ、うん、そんな、その、なんていうんですか、あの、冷静ではないと思いますよ。そんなに、その、その告知の時に、<ー>そんなに冷静に、 な普通のがん患者さんっていうか他のがん患者さんそんな変わんないと思うんですよね状態としては。だから、うん、確かに今こうやっておっしゃられると、うん、確かに最初の段階で言われてもちょっとあまりにも知識も少ないし混乱してて「あのあそれなら放射線です」って選べたかどうか確かに分かんないですね。 なんかワンクッションやっぱり必要なのかなと思ったりしますね。うん、最初、ね、金さんはその外科に行きましたけど、一回やっぱり内科に入ってもらって、はい、こうやってありますよって言って、はい、じゃあこっち、うん、じゃあ外科と放射線科一つずつ行ってみますかみたいな形でやると、うん、その、そのステップずつでやっと受け入れ始めて、あこういう選択肢があるんだっていう形で決められるっていう、うん、その、その流れが必要なのかなと思ったりしますね。はい、ああ、もうそれはそうかもしれないですね。うん、あの、一回で理解できるかっていうと、私も今、 いやーすごいいい指摘ですね。確かに、何度かやってくれないと、難しいかもしれないですよね。うん。あとそ、その、あの、瀬戸先生がこうおっしゃって、私は、私は、その、各科の先生が一度に集まっていくのが一番いいと思うんですよ。わかりました。これ、ガンセンターで、がん、はい、センターの大津さん、院長にも、はい、なその、放射線科と外科と、こう、両方から話聞くんだけど、 一度に集まって、デメリット、デメリット、その場で話し合って、私も含めて、患者、内科、外科、放射線科、4社で、四社で話せば、その、いいと思ったんだけど、まあ、大津さんっていう、その、国立がんセンターの院長さんは、いや、それはちょっとね、時間をとんのも難しいと。まあ、それは厳しいでしょうね。時間合わせると。まあまあまあ、それはそうだなと思ったんですけど、 でも今ちょっと考えてみください。確かにそうですね。別に、各家で回ってもいいんだけど、だからただ、どっかで話、頭を整理したいですね。はい、<の>は,いはい。各家、外科と話しました。放射線科と話しました。うん、内科と話しました。で、どうすんのっていう話を、誰が、誰とするのがいいのか、ちょっとよく話して最後やっぱり内科とかの方がいいのかなって思ったりするんですけどね、そう,そうですね。ただ、<あ>ね、その時間が取れればいいんですけど、 あの、ね、なかなか人的パワーが足りないっていうのが実際のところではありますから、ねうん、<laughs> もう内科がちゃんといっぱいいて、こうやって、あ、じゃあやりますって言って、この人、うん、この人の責任はまあこっちへ持つから何回か説明してからやりますね、みたいなやってほしいんですが、すね、なかなかそこまではいかないですね。うん、今こうやって私もこうセカンドオピニオンみたいな形でお手伝いさせてもらってるんですけど、やっぱりなんかね、うん、説明が、 あれば、そんなに不満を持たないのかなっていうような患者さんって、やっぱりちらほらね、いらっしゃい、ちらほらって結構いらっしゃいますので、どうにかしてその仕組みは作りたいところですな。はい。そうですね。すそれは、はい、それがあったら、劇的に東大病院の人気上がっちゃうじゃないですか、うん、<laughs> 瀬戸先生聞いてますか<ー> <laughs> <laughs> 劇的に上がっちゃうんじゃないですかね。<laughs> はい。あるだって個別の科ごとには評判いいですもんね。うん、ああ、そう。 それがすごいいいんじゃないですかね、最高、がん治療に限らず、自分の QOL をどう考えるのか、生存することは自分にとってどういう状態を希望するのかと、平和な時にも常に考えておく必要があるのではないかと考えています。ACP、アドバンスケアプランニングですね、について、関西かりです、もう医療者がだけ自分自身の治療選択を任せる時代は終わるべきですっていう、その通りですね。 <laughs> さて、こっちはどうだろうがんの素人に患者力か。おそらく患者力っていうのは、まあ患者さんとしてどう、ね、うん、医療をうまく使っていくかの力だとは思うんだけれども、癌、うんうん、の素人に患者力を求めるのはおかしいと思うっていうのは、理想論としてはそうですけど、うん、実際問題皆さんがする、うんうん こうやってがんのになる時代になってしまえば、うん、そんなこと言ってられないと思うんですよね。どう,し、うん、どうにかしてうまく、ね。そうですね。この患者 <laughs> 力っていうのをどういうものかっていうのによるんですけど、うんはい、例えばさそのちょっと前におっしゃっていたような、自分の QOL を考えるとか、うん、っていうのはその自分がどう生きるかっていう考えるに近いじゃないですか。だから、それは別に患者力とかなんとかじゃなくて、そもそも、うん。 普通、考えといた方がいい話ですね。当たり前だけど。はい、で、それが結局、癌になった時に効いてくるわけで、それを考えずに、うん、生きてるっていうこと自体が、うん、ああ、そう言っちゃうとちょっと問題なのかな。いや、もう,う、ねいや、結構厳しい問題、厳しい、厳しい指摘は今から入るなと思って、ちょっとクスクスって当たらなってしっでもうの感力っていうのは <laughs> 患者力を求めるのはちょっと患者さんには負担が重いんじゃないかって、そのなんと言葉尻では分からんでもないんですけども、うんうん、でもその患者力って、かなりニアリーイコール人間力だから、うん、だから人間力高、高つか自分の判断っていうか、自分がどう生きたいのかとか、どういうふうになりて、うん、何をやりたいのかっていうのを突き詰めてれば、うん、それは患者になった時も、それが、その、うん、そのなんていうんですかね、判断軸だとか、知見とかが生きるはずですよね。 だから、その患者力を上げることを患者でも、その患者力っていうのがすごい医療的な知識とかノウハウっていうだけじゃないと思うんですよね。それよりもっと大前提のとしてのところもあるし、だっていくら医療知識があってもそれをどう判断するのかの自分の軸がなかったら、なんの意味がないじゃないですか、知識自体が。だから、それも含めてやっぱり患者力っていうワードがいいのかどうか分かんないけども、 まあ、その、病院側だけに全てを任せるのが、やっぱり私はいいとは思えないし、まあ、いい人はいいんですよ。うん、それでいい人は、だからその患者力なんて考えない、いい、いいですよ。もう、あの、もう病院を任せで。うんうん、だけど、そうじゃないって思ったら結局、その、今の方が言う患者力なのか、それはおそらくだけど、その人間力に近いもの。 っていうのを高める、うん、でそれは全然自分にとっては大変なこととか損じゃなくてむ,むしろ日頃からやんなきゃいけないことで、うん、やってなきゃいけないことだから、うん、だからまあそこにそうですね、うん、そこを高めとけば自然と患者力はある程度基礎,基礎的なところは高まってるはずですね、うんうん、ただ最後のテクニカルなところどうするのかっていうのは患者だけじゃなくて病院側も その上松さんがおっしゃるように、うん、ちょっと一工夫欲しいなっていう、うんうん、その、あんまりテクニカルなことはいきなりできないから、うん、それは、それはその通りで、うん、患者だけ、患者だけに患者力を求められたら困るっていう、うん、その、その、まあ、思いがわからないでもないところがあるのは、まあ、そうまあ<の>、上松さんお気づきの、その、病院の仕組みとしての入り口ですよね。<laughs> うん、はい あんまり力ないんで、やっぱね。確かにね。単純に。 まあ一つの工夫としては、こういった、まあ、青さんは医師から責任、説明する責任もあるけど、手術の後遺症とか、手術以外の選択肢はないのかとか、患者側から聞くことはできるよねとか、うん、まあそういったのは、まあ患者力の、まあ一つではあります。うん、はい、うん。そうですね。はは、ね、はい。患者さんが自分は放射線が合ってると思ったという個人差の部分は大切な気がします。あ、なるほど。自分のことは一番よくわかってるし、うん、でもお医者さんからはセオリー通りにしたいし、患者の言うことなんて、 で素人のの話とししか思わなないいだろううっていう気がします、うん、別にまあ素人の話とは思っちゃいないですけど、うん、これが一番いいよっていうのを勧めたがるお医者さんっていうのはやっぱりいるんですよね。だけど、うん、患者さんにとって何がいいのかって実は違うっていうのを頭に入れておかないともう独りよがりな治療になってしまうというような形になってしまうので、うん、まあ患者さんみたいな、うん、あの方のことを一回本を読むとまあ僕らの姿勢も変わるのかなとは思ったりしますね。 さて、さあデルさん、こ看護師さんの方ですね、2017年の食道がんのガイドラインを今見たと、あなるほどステージ2、3の標準治療法には化学放射線療法が示されてました結果であまりお話しされないのです、ね、すそうなんですよ、標準治療なんですよ、うん、今、うんあの。実は、実はかさっき金さんもちょろっとお話ししましたけど、化学放射線療法と手術と大体同等じゃないかっていうのは、もう海外の見方ではあるんですよね。でうんうん 日本語でももう出るようになったんです。癌情報センターはどうなってもあるなってありますが、このカヤさんにちょっとお聞きしたいんですけど、うんはい、この治療法を調べるときに何を持って調べたのかっていうところですね。何で調べたっていうことですそうですね。それはもういろいろ調べたから、全部あげるときりがないぐらいなんで、うん、何いいこれが役に立ったなみたいなのとかあります例えば、はい そのまあ一つはだからそのあれですね、うん、そのそれこそあのがん国立センターのえっと、うん、まずそのどの判断の時に何が役立ったかっていうのはそれぞれ違うんですけど、うん、まず東大病院を出る時に役立ったのはもう基礎的な資料ですね。あのうん、病院別のそのえっとがんのその治療成績みたいなの,このものすごい PDF、うん、あれを見てうん。うんうん それがまず一つ、なんか、そういうのとか、あとはやっぱり医療論文ですね、論文とか、うん、放射線になるとき、放射線に切り替えたときはやっぱり論文多かったですね、うんうん。あの、放射線のステージ4放射線でやってみてどうなったとか、手術してみてどなたとか、あ,あと、それこそ、まあ、もちろんその、がん、あの、国立センターのその、例の、その、放射線と、 手術の比較のやつだとか、うんうん、論文系のやつと、あとはその、何かな。いわゆる格論、いわゆる格論、放射線でどういう成績が出たかなっていう,とかいうのは、確かに論文とかが必要なんですけど、あの一番最初の段階はさっきこのみどりさんが言ったようなガイドラインとか。 あの、日本語のガイドラインでもいいし、NCCN っていう、まあ、アメリカのガンセンターの方は出しているガイドラインがあるんですけど、そういったものを、なんか、あの、一回チェックするだけでも、あ、自分にはこういう選択肢があって、あ、この、それぞれの利点をちょっと、その、お医者さんに聞こうかなとかっていう、気になると思うんですよね。最初行く段階で。なので、なんか、行く段階は、それ、それ、それがあることをすら知らなかったですね。で、これを、まあ、 知ったのはかなり後だったんですかね。あ,あ,あ,あかなり後だったんです。そうそうそう,そう。ねうん、最初ら辺の段階でこれを知っておくと、<あ>なんか話がそ、ね、その進みやすいんですよね。あ、これも実はあるんじゃないみたいな、うん、その、ろくでもないお医者さんに捕まったとしても、お医者さんって基本嘘つかないんですよ。うん 説明をしないっていうことはあったとしても、でもこれがあるんじゃないって言って、うん、ああ、それもあるかもね、みたいな感じ,で <laughs> じゃあ更新するみたいな形になるので、うんうん、あの、うん、この、なんか最初の選択肢を、まあ、ん治療選択が今回のテーマの一つなんですけど、がん治療を選択するときに、大まかに見てこういったことがあるんだっていうことを知るのに、ガイドラインっていう存在はぜひ、皆さん、こう聞いてる方々には知っていただきたいなと思いましたが、あの、金田さんは多分、あの、これがあまりわからなくて、ちょっと右往左往したところがある、あったと。 ただ、ガイドラインを知った今でも、ガイドラインってなかなか素人には難しいんじゃないですかね。あ難しいかな、難しいか<や>な、ですよね,ね、うんあの。要するにエビデンスでどっちが、あるこういう場合どっちがいいとかっていうのを、あのいわゆる診療ガイドラインですよね。 ああそうですで。診療ガイドラインだけれども、あの、大体の大枠が示されてるんですよ大体ステージ2とかステージ3とかの場合は、うん、まあ何々を。まあ何々を。最初から見てますよ。あ,あの、大枠のの。あそうなんですか。あれはもちろん見てます。あれはもう、もう、<ー>もう最初からもう散々見て、いろんなとことに考されてるんで。あ<ー>いや、そうじゃ、<ー>その診療ガイドラインのことかなと思って、診療ガイドラインは結構、 あの、医療分かってないと、なかなか使い方も含めて、医者の方以外であれ見るのは結構難しいじゃないただまあ、分かるようになったらやっぱ診療ガイドラインは、あの、使いこなせれば大きいですよね。ああ、そうですね。こ難しいかな。診療ガイドラインはそうじゃないですか。あの、あれですあの、まあ、いわゆるクリニカルクエスチョンっていうのがいっぱい書いてあるやつなんですけど、こういった場合どうするみたいなの書いて。はい、はい。 あれをまあ実際に理解しようとすると難しいですけど、あ,はいはい、あ、こういった感じであ治療が進められてるなぐらいの、まあ、大体の、大体の枠、あ、こういった感じだったっていう形だったら読み解けるのかなっていうような形は僕は結構、あ,うん、あの、一般の方には進めてるんですけど、お医者さん、ね、お医者さんの話を理解するにはやっぱこういうのがいいよとかいううん。なるほど。うん、これできてる人は少ない気がしますね。あそうですね。 私もこ、そ,うね、そこにたどり着いたのは相当後ですね。ああ<ー>。やっぱあまり存在は知られないですよね。存在は、いや、聞くんですよね。あの、あ<ー>医療じゃない人が話してるとガイドラインだとどうでこうでとか、標準治療がどうだとか言うんだけども、うん、その実際にその診療ガイドラインが載ってるホームページに行って自分で見るようになったのは、もう治療の末期ですね。<laughs> もう最後の方ですか最後の方ですね。あ それより、ちょっと、そうですね。ガイドライン。むや、私今でもそんなに、一般の人、うん、患者さんが使いこなせるものかどうかは、ちょっと不安かなぁ、うんうん。まあ、その、それをざっくりまとめたようなやつっていうのは、まあ、よく、うんで、うん、それはまあ、はい。だから、えっと、ガイドライン、そう。だから、標準治療に化学放射線療法が、 あるっていうのはそれはもちろん知ってましたけどうん、うん、ただそのあるっていうのは知ってたけどもそのこの標準治療っていう言い方もこの医者お医者さんによって使い方が違うから何、うん、て言うんですかね、うん あたかも化学放射線治療が標準治療じゃないかのような言い方をする人も多いですよね。外科のああ、そうですね。外科の先生は今、はい、不勉強の先生はそうかもしれないですね。標準治療が外科手術。<laughs> 金田さんの場合、標準治療が外科手術だからって何度も言われました。あ言われましたか。<何>そっかそっか。まあ、そうですね。う 診療ガイイドラさ、うん、て,そて、まあ、そういったことがあるということ。よラしょ、よいしょ。はさん、まあ、弁護士などの資料を選ぶときも、自分と合う、合わないとか、コミュニケーション能力が結構大事な気がする、うんすね、医者や治療を選ぶのと似てる気がします難しいユーザー側の知識やリテラシーが必要になります。そのユーザー側には少し求められてるという状況があるんですよね。うん まあそうですね。確かに、確かに弁護士とかを選ぶときとかは自分でも勉強しますよね。弁護士さんに完全にお任せとかしないですまあ自分はまだ訴えられたことがないので、あんまり。ことないですけど。あ、そうですか。私は訴えられたことあるんですけども。ああ、弁護士さんっていうか、私の場合とか、まあ名誉毀損とかなんでね。そうすると、自分で資料を集めなきゃいけないんですよ。いや、名誉毀損ないっていう資料。ああ、なるほど。 弁護士、まあ、選ぶの、選ぶというか、選ぶのはもう、会社の顧問弁護士だから、自分が選んだわけじゃないんですけども、う,ん、うん、そうですね。コミュニケーションの力結構で、そうですね。そう言っていですまあまあ、大丈夫です。まあ、でも、もちろんそうですね。だって、弁護士が何してくれるかとか、どこまでやってくれるのかとかっていうのも、うん。うん わかんないと、頼みようがないですもんね。うんうん、さて、と、実は、がん相談窓口は、がん対策基本法という法律に基づいて定められている窓口。あそうですね。はい。うん、病院は無限にはできないです。<laughs> 堂々と相談していただいて大丈夫です。うん、ちなみに、この制度整備に大きな役割を果たしたのは、東大の中川教授。私たちの放射線治療科の教授。はいはい、あそうなんです。<laughs> 中川先生はそういうの好きだから、ね。なるほど。<laughs> まあ、ま、あ いや、まんまってこと、中川さんのマダにはまったのかもな、なんか言って。いやいやいや。治療にやろう、変えようと思ったら、やっぱり、このガン相談窓口、これを使うのが良かったですもんね、やっぱり。ああいうのがあるのだけでも楽じゃなりますよね、少しは。いや、そうですね。私は本当に活用しちゃいましたね、だから。さて。 さあ、これ、レモンチビさん何書いてるのかな ?I think it's important to think about the patient's psychology、ah, of the sentence.、うん、サイコロジー of the sentence ってどうかなサイコロジー精神的な問題ええー。精神的な話。これ、レモンチビさんは日本語で聞いて英語でよく書いてくれる。さてと <laughs>、さてと、ユニさんはどうだろう 母が肺がんになり手術をやられた際、根治から術後 QOL のところで家族みんなで悩み抜き、セカンドオピニオンを受けましたが、うん、あ、うん、そう、外科と内科の意見をそれぞれ1時間、現状や治療法、 聞いて母の状態を把握できた精神的に安定しました、うん、そう説明を受けたことで説得して本人も手術するという選択肢ができたのかなと思ってますそうユニさんにはねプチセカンドオピニオンって言って私のクローズのやってることで、うん、あのこういった病状なんですけど外科にはこう言われてるんですけどどうしたらいいですかって言われてていやいや、うん、それだったらちょっと一回ちょっと他のところに聞きに行こうみたいな形で進めたら、うん、実際にこうやってセカンドオピニオン言ってくれたかったんですよ。でうん、実際に こうやって説明を受けて、あ、なんか、もやもやしてたものが、あ、なんかすっきりしたって。でも結論は一緒だったんですけど、ねうん、手術を受けるんだっていう。はい、<の>いや、それはもう全然違いますよね。やっぱり、<laughs> 家族に向けて気持ちが整理されて、これで自分が行くんだって決めて受けるのと、うん、もやもやしたまま受けるのだと、絶対心、うん、きなんていうんですかね。もう、うん、納得感を持って、その誠術受けないと、 ダメだと思いますよだからすごいすごく <laughs> 今の方は正解というか、うん、よかったですよね。うんうん、それなかったら、ね、うまく同じ同じ結果でも全然違う術語違うんじゃないかなと気がしますよね。はあ、さてこっちはこうさっき言ったワンクエッションカーですけどこれに対して みどりさんが認定ナースとい放射線の、ね、認定ナースとかのお話をするだけでも。だいぶ変わると思いますよって言って、まあ、ナースさんでも結構専門性を持ったナースさんとかも最近出てきたので。そういった方とかとも、お話できる機会があるといいです。ああ、いいじゃないですかね。うん、そうです私も随分救われました。そう、ああ、やっぱ患者さん見てますね、直接。ああ、いや、な、看護師さんは結構そこら辺は患者さんの機微までちゃんと見ますからね。そうなんですよね。ああ。 うん。どうですか,か、ね、さて、もう最後。最後ちうちの、うちの上司は放射線治療医として、こう、患者の場合は、世界的には化学放射線治療から入るのが標準治療ですよって、うん、<laughs> 標準治療を、こう、うんうん、うちはこうやって言うんですけどね、化学放射線療法ですよ、うんうん、そうですね。さあ、あ<ー>また、大体、でもこうやって、 こう皆さんといろいろとこうやってお話できました。こうカヨさん、結構長い時間お付き合いいただきましたね。もう2時間超えました。<laughs> なんかやっぱ、カヨさんはあの <laughs> ジャーナリストでインター、一番インタビュアーなんですよね、多分。インタビュアーですけど、<laughs> 結構喋っちゃう方なんで。あ<ー>あ<の>、なるほど、ね、なるほど。やっぱり人の話引き出すって、特に1回目そうなんですけども、うん、自分が喋んないと、相手の人も心をって喋ってくれないんですよ、うんうん、当たりますけど。なるああ、なるほど、なるほど。ロボットだとできるじゃないですか、今の世の中。はい、はい。 だからまあ自分がこう思ってるとか、こういうことがあったとか、話してようやくその人がある、少しこう共感する部分とか、あるいは反発する部分とかあって話がこう回っていくんで、自分が話さないことには、相手のこう、本音のお話もなかなか聞き出せないっていうのもあって。るなるほど。だから自分も話かなりよね。はい。 なかなりお話が上手だな、みたいな形で、こう、いやいやどん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 聞,聞,あの聞,聞いてたら、もうこんな時間になっちゃいました。<laughs> うでね、もうね、放射線中で、癌の治療後なのに、結構やっぱ皆さん、こうやって元気でお過ごしな姿を見られると、あ、そういう感じなんだなっていうのを、なんか見ていただけたら、それだけでも僕としては嬉しいですが。あすねすね、さあ、患者さんとして最後、皆さんに、これだけちょっと覚えてってね、みたいな、最後ステージみたいなのをいただきたいんですが、いかがでしょうか ああ、そうですね。<laughs> まあ、ねまあ、やっぱりでも、うん、その、私が、こう、この、まあ、がん治療をして、結局、あのー、最後までいろいろ考えたのは、あのー、本にも書いてますけど、その一人の知人、私のまあ一番の親友が、もう最初の段階から患者ができることは、医師と病院を選ぶことだけだと。 で、私が全くそれ納得しなかったのに、それを言い続けたんですね、<laughs> 耳元で。うん、言い続けたんですよね。で、だんだんそれが私の中に染み込んできたんですよね。うん、だから、やっぱり、まあ、その通りですね、最後はね。うん、で、で、でもその言葉の裏側に、やっぱりあったこと、その、その、まあ、その方ある美容室チェーンを、まあや、うん、経営してる方なんですけど、その親父さんが、やっぱり昔、すごい、 重いこの、まあ、首の病気で、首をなんかバラしつかなかった、大手術受けなきゃいけなくて、うん、その手術を、こう、権威ある医者をにやらせようとしたら、その親父さんが、その、手術の直前になって、その、もう、や、キャンセルしたらしいんですよね。うん、で、その理由が、説明が全くわかんねえと。 それで、俺はこの人にやってもらうつって、決めた人が、なんか千葉の片い中の、なんかすごいボロボロの病院みたいなところの,の勤務で、で、その人がついてって、親父大丈夫かこんな病院でって言ったら、出てきた若い医師が、もう、とつとつと説明するんですって、こういうふうにやりました。それで、その経営者が、いや、ちょっとさ、でも先生これ、 ちょっとでも神経触れたこれ、あれ、もう後遺症残るよねみたいなこと言ったら、いや、まあそりゃそうなんですけど、うん、でも私はこ,ううこれこういうふうにやりますから、ずーっと2時間ぐらい説明するらしいんですよ。これ、うん、で最後にもう聞くことがなくなって、ただ親父さんが、うん、いや、俺はこの先生にやってもらうんだと。で、何があったって、俺はもういいんだと。この先生にやってもらえるんだったら何があったっていいんだって言って、うん、ええっ、つって、まあそこまで言うなら、つってやってもらった。で、結果、まあ、 うん、まあ、うまく、まあ、それはうんかもしれないけど、うまくいって、今でももう10年ぐらい、何のこういう衣装もなく生きてるらしいんですけど、もうその時にその経営者が、いや、つくづく思ったのは、ああ、要するに、もうどんなにその権威があ,ある医者であっても、説明ができない医者はダメなんだと。だから、金田さん、その東大病説明できてないじゃん。何でも言うわけですよ。説明できてないよね、と。うん、<laughs> 頭いいかもしれないけど、説明できてないよね、と。うん、だから、それはダメなんじゃないの、と。 うん、でやっぱりその言葉が最後まで、うん、残りましたよね。でその裏側にはやっぱそういう、うんうん、患者ができることはそれだけなんだけど、まあ、逆に言うと、うん、医,師が医,師医師ができる本当に最大の仕事っていうのは説明することなんですよね多分。うん、患者が納得して信頼して その自分の施術を受けて、うん、まあもらうっていうか。だからまあお互い多分そ,そういうことなんでしょうね。この2時間の間も、まあ、結局それをずっと言ってたような気がするんですけど、うんうん、やっぱり結局コミュニケーションでちゃんとお互い納得して、うん、やるっていう、あの、医療現場にしないと、まあ、うん、あんまりこう、だからそのために、ね、いろいろ大変な制度的な問題とか、うん 金繰りとか人繰りとかあるんでしょうけども、うん、でも目指すとこは多分患者も医師も見てるとこは同じような気がして、うん、だからそのためにはかん患者も理解して努力とか勉強する部分もちょっとは必要だし、合わせるとこも。だし、病院側もやっぱり患者さんが何考えてるのか、何が一番望んでるのかっていうのをちょっと、ちょっとでも考える。 あるいはその制度的にそういう仕組みを作るっていうことで、うん、結構劇的に変わるとは思うんですよね。うん、それが何なのかっていう完全な会は別にまだ持ってるわけじゃないんですけどでもなんかかなりいいとこまで来てる気がするんですよね。うん、で、上松さんみたいにその気づいてらっしゃる方も多いし今回この本出してまあいろんな患者さんからも医療側からもお問い合わせいただくけどやっぱりまあ基本 あの、どんなりつけるようなの、あんまないんですよ。ご想像されるような。うん、うんあの。どっちかっていうと、うん、そのあ、そう、そうだから、まあ、そのために何をしたらいいかとか、患者さんとしてはどういうふうに病院選んだらいいのか、医療側としてはこれどうやってもっとその患者さんに、この、自分の治療が、なんていうのですか、届くのか、とか、まあ、大体その、そんな感じだから、まあ、あ目指してるとか同じだから、まあ、本当にいい形。 に、その、まあまさにそのコミュニケーションが取れて、で、ほんとあとちょっとだな、うん、そのちょっとなんとか、なんとか埋めれるっていうか、そのベクトルがうまくこう、重なっていくと、っていう感じはしますね。だからそれに気づいた病院、東大病院さんとか、ちゃんとやったら劇的に増え,増えちゃったね。<laughs> 回れがくなっちゃっんですか <laughs> いや、<laughs> ぜひね、本,本当に、いやいや,いや, <laughs> いやこういうのを本当にきっかけにしながら、一つ一つ、あの、理想の世界に近づけたらいいなと、本当に思ってます。本当、カネオさん、今日は本当にありがとうございました。はい、いや、本当にご協力くありがとうございました。<laughs> それでは皆さん、お別れにしますんでね。また、さようならいつか会いましょう。バイバイ。<laughs> ありがとうございます。